93.0 AM 1242 日本放送です。ナイツー The Radio Show。 高田先生、松本明子さん、お疲れ様でした。時刻はお昼の1時になりました。こんにちは、ナイツの土屋信之です。花輪信之です。平野ノラです。ナイツザラジオショー、今週もよろしくお願いします。はい、お願いいたしますよ。先週は春休みをいただきまして、長野ザラジオショー、月曜日は ね、ちゃんと長野さんでお送りどうでした長野さん。いやもう本当記憶は一切ないです、ね、記憶ないの、はい、でないの、はい、熱さえ熱はあったんですけど、記憶が熱がすごかったから、はい、熱はすごかったですけど、記憶が何喋ったか覚えてない。大したことは喋ってないと思うんですけれども、はい、潜在意識で危ないぞって。危ないぞって。気をつけろっていう感じは潜在意識でしてました。長野に気をつけろっていう感じはありました。気をつけろ。はい、いや、でもやっぱ聞きましたけど。あ、聞かれました、うん、二人のこう絆みたいなの感じましたよ。いやいや、なんか。戦友みたいな感じで言ってたじゃないですか。一方的な戦友すごかったですよね。戦友としての野良ちゃん。なんで戦友なの、野良ちゃんと。いやだから割と結構、うん、同じぐらいに一緒にお仕事をして、うん、出始めの頃とかで、そうです、まあ、すごい顔の長野さん見たこと何度もありましたし、すごい顔、すごい顔のその収録中に奈良ちゃん俺大丈夫かな、いいかな、行っていいかなって、このままでいいかな、そうそう、もう確認しながらの収録中とか全然あったんで、なんかもう本当に戦友ですよね。そういう顔見た奈良ちゃんは、うん、すごい、なんか向けた感じの長野さんになってましたね、やっぱ ね、もう俺今無敵だよって言ってましたが、無敵状態だからね、何も怖いもんないって言ってました、ね、そうだね、はい、怖い時期もあったのかな、やっぱ長野さん。いや、すごい怖かった時期ありましたよ、うん、全員に愛されたいって思ってた時期もあったんですよ。全ての人に愛されたいと思ってた時期が俺にはあったよ。長野もみんなに愛されたい、みんなに愛された時期がありましたよ。それを経て今があって、今はものすごく無敵無双の状態がね、それがちょっと凝縮された放送になったということ、うんうん、そうですね、で終わった後も手応えを感じてるって言ってました。いや、素晴らしかったですね。毎週来てこれ毎回ですね、毎週来てもらって、そうです ね、ゲストは誰だったんだっけ。ヒャダインさん。ヒャダインさんが、ヒャダインさんもなんかすごい、ノラちゃんのことすごかったです。いやいや、でも憧れの人だみたいな。いやいや、そんなことないですけどね、うん、なんかヒャダインさんもどん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 、あんなに口悪かったっけなっていうぐらい、もう普通が長野さんの開花されちゃって、もうこうやってなんか長野の横でヒャダインさんまでなんか独自入るようになっちゃって、反社会勢力ってこうやって思われるのかなって思ったぐらい、なんかそのなんかね、恐ろしい集団になりそうな予感がしてました。エネルギーがすごかったか、ね、エネルギーがすごかった、闇のエネルギー、闇のエネルギーが、ああ、いや、素晴らしいね、すごかったですね。二人はお帰りなさいです。どうでしたか、お休みは。春休み、ね、お休みね。どちら行かれたんですか。まあ、沖縄行ってきたよ、うん、あ、沖縄に、うん、あ、沖縄だ、ね、もうプールで、はい、クリーピーナッツのさ、はい、な曲あるじゃん、はいはい、今のディンボンボンみたいな、あ、ありますね、今ね、はっきりと、なんていうんだっけ、うん、すごい、んグリ、あ、グリーンバンバンっていうの、グリーンバンバン、TikTok でよく流れてくる、そうそう、流れてる、あれカバーですよね、あれね、あ、そうなんだ、あれカバーですよね、カバーなんだ、あ、そうなんだ、え、オリジナルですか、おじさん、おばさん、嘘、おじさん、おばさん、そうなんだ、すごいオリジナルなんだ、俺ビンボンボンだと思ってた、ビンボンボン、ピンポンパンみたいな、ピンポンパン、子供が大好き、まあ、プールでさ遊んだんだけど、はい、プールの長いさ、はい、浮き輪みたいなのあるじゃないですか、イカダみたいな、あれに子供が乗って、はい、そのあれをビンビンバンバンビンバンバンビンバンバンつって揺らす、うん、やつを4時間ぐらいやったね俺。そんな遊びが4時間もできるから、それあなた歌いながらですか、歌いながら、朝9時から昼1時までずっとやってたね、はい、歌いながら、歌いながら、まあそうやってやってて、ビンバンバンビンバンバンビンバンバンって全然こうみんなしがみついて、それをあ、お父さん、バーンってひっくり返してバシャーンって教えるやつ、楽しいやつ、もう一回 やりたいっつって、3人乗るんですか、やっぱり全員3人乗る、3人こうグッとしがみついて、それをもうひっくり返してね、すごいやってたよ、楽しかったでしょ、うん、楽しかったよ、子供といっぱい遊べて、ね、ビンボンバン、ブリンバ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 ンバンって言うんですね、へえ、そう、それだけに、それだけですね、春休みの思い出。あ、じゃあ楽しかったんだね。ブリンバンバンゲーム。ブリンバンバンゲームできたから。ブリンバンバンゲームやろ、よかったね。ブリンバンバンゲームできて、沖縄でね。ねえ。そうでしたね。そうなんですね。はい、さんは僕はだから、長野で行ってきて、うん、はい。カーリング体験。あ、そうそうそう。牧場とかも行ったけど、うん、カーリング
体験だからその、ね、天気が悪かったんです、はい、もうずっと。だからなんか屋内でできるものないかなっていろいろ探したら、なんか近くにアイスパークって言ってすごい大きいなんかスケートリンクとかなんかいろいろ入ってるとこがあって、で本当にカーリングの国際大会とかもそこでやってる会場だった。そうなんですね、すごいですね。でそこで体験みたいなのできるっていうから家族行ってきて、まあ、うちは4人家族だけど結構もう何人もいて、全部で20人ぐらいか、2、30人ぐらいのいっぺんに体験するみたいな感じだったから、へえ、広いんですね。じゃあ一回やったよねロケでカーリング。やったっけ。それスケートじゃないですか、あの宮城行った時でしょ。いやカーリングやったよ。カーリングはいや俺やってないと思う。漫才中に持ってたじゃないですかカーリングの、あの脂肪ね、藤沢さきのさんが落とした脂肪をカーリングの形にして持ってそれと間違ってた。去年ね、入ったばかりの新人マネージャーの対馬ちゃんがずっとその、これでいいですかって何回もこんなことさせて申し訳ないなと、ね。作り上げるために。あと、岡田監督のあれっつって、うんこの形作って、ずっと、ひどいね、ずっと作らせて。作らせるっていう。試行錯誤して。入社したばっかのね。入社して。もうちょっと大きい女性社員で作らせるっていうの。あれカーリングやってないっけな。カーリングはやってなかったと思って。あ、俺兄貴と兄貴のロケかな。そうかもね。なんかやったの覚えてんだよな。さ最初に滑る練習とかした？なんかもう全身で滑るのよ。なんかまずこの。それはやってない。あ、そう。でもカーリングはもう滑る練習から始めるみたいな感じで、最初ももらった靴はなんか。全然滑らなくて、これでどうやってやるんだろうと思ったら、はい、片足だけなんかゴムのキャップみたいなのがついてて、それをこう剥がしたらもうツルツルな左足が。でそれを使って、はい、でまずはもう後ろにこける練習とか前にこける練習そんな本格的にやるんだ。そうそうそう、まあそういう人口も増やしたいだろうしな。あ、まあそうだね。それがもう子供は楽しい、まあそうだよね、あのプールの毛伸びみたいにこうビョーンつって飛び跳ねてスーって滑っていく練習とかをして、はいはい、でストーン持ってやるんだけど、やっぱ最初はなかなかみんなうまく止まらないから、もう行っちゃったりとかしてるんだけど、もう最後はもう練習した成果をって言って、試合やったのよ。楽しそうですね。楽しかった、ね、試合はうちの家族と中学生の兄弟 で、うんうんうん、で相手チームはもう全員高齢者みたいな、あ年配チームと年配チームの中で、楽しそう。やっぱね、一番な若い成人男性ってことで、はい、もう土屋大活躍でした。あ、そうやったんだ。で、最後、膝つく、膝をついて、はいはい、そう、膝当てみたいなのをつけるでしょ、右に。はいはい、で、膝をついて、そうだね。で、左足を前にして、左足がツルツル滑る。ツルツル、左がツルツル。で、右足でこう蹴っていくんだけど。面白い。もう最後、もう土屋のスーパーショットで、こう弾いて、弾いて、一番真ん中取って、すげえみたいな。かっこいい。めちゃくちゃダシャイで、ね、奥さんに殺されるわけだからね。そうですよね。そうそうそう、もう命がけだからね、こっちは、ね。やるよね。見られるわけですもんね。でも、ガーッつってやって、うわぁ、すごい、やったーっつって、はしゃいで、やったーって言った瞬間に、スコーンってこう。あらららら。めちゃくちゃ恥ずかしかった。足滑るから。めちゃくちゃ恥ずかしかった。一番、一番見せ場で、こけて、みんながわーって、すごいってなる前に、大丈夫ですかって言って。大丈夫だ、心配。心配。一番恥ずかしい。そんななんか変なね、そうだね、災難で、本当大きな事故になるんだってよかったよ、ね、で全員に、俺だって気づかれてなくてよかった、本当に。それが気づかれてたらめちゃくちゃ恥ずかしかった。そう。気づかれてないからまだよかった。ただの、こう、一般の成人男性がはしゃいでこけたってだけの、記憶になってるから、みんなの中で、ね。むしろ気づかれた方がよかったんだよ。芸人さんなんだから、そこは。そうか。そうだね。気づかれた方が。気づかれてメールとか来た方がまだ面白かったんじゃないか、それは。気づかれてない。ただの一般の。美味しいだろ、普通に。お父さんが普通にはしゃいでこけたと思われてるからね。でもなんか、それとさ、なんかわかんないけど、今入院してますとかって何ていう説明するの。カーリングではしゃぎすぎて足を滑らせてっつって、まあ、最初に滑る、転ぶ練習しといたから、そうか、受け身ってことなんですね。受け身みたいな、そうそう、そのぐらいやっぱり結構ね、バランスすごい、やっぱ滑る左足が、
で面白かったよ、カーリングなかなかできないからね、滑る練習を豊館と一緒だね、まず滑る練習を、滑る練習から、ね、そこで滑る練習してんのあれ、滑る練習をまあみんなやって滑る練習ってありましたけど、慣れてライブ免疫つけてライブに出てきて全然無になっちゃって若手だけじゃなくて、あの師匠がやってんのは滑る練習なのに、まだ未だにやってんだけど普通みたいな、なんで滑る練習、滑る練習ってさ、うん、お笑いで、はい、てか、受けない時に、はい、みんなテンポ崩れるじゃん。うんうんうん、絶対に。絶対動揺があるから。それは、でも、だいぶ俺は、うん、なんか、他、はい、動じなくなった。動じなくなった。ああ、なるほど、なるほど。ただ、この、昨日の、あの、伊達市で、営業だった、はい、北海道の。伊達のね、それで、はい、ちょうどね、うん、その北海道に、うん、行く前ぐらいに、いつものあの、中島智子さんとかの、グループラインが北の国から、ね、はい、グループラインで、布部駅っていう、要するに、純とホタルが、使っていた最寄りの駅ですよ。あの、富良野駅じゃないんですよ。布部駅。富良野の話なんだけど、布部っていう駅から。最寄り駅は布部なの。布部なの。で、布部の駅が今度なくなると。で、蛍原さんが、もう布部の駅なくなるんです、みたいなので、それはどうしますか、みんなで最後に行きましょう。で、蛍原さんも、布原、トールに買いますとか、いや、ホトブにしますとか、なんかずっとそういうやりとりをして、だから、俺の中でもホットニュースだったね、布部っていうのが。で、昨日の伊達で、まあ北海道だからね、いつも北の国からっていうドラマが好きなんですよ。あ、やべ、歌詞が出てこないっていつものボケ、歌詞ないよって。布部がーってやったの。めちゃくちゃ滑ったね、あれ。めちゃくちゃ、反応ゼロだった、ね。布部が布部がーは。で、俺も、あれ布部って、布部って読まないのかなとか。意味がわかんなかった、俺も。布部とか言うのかなとか思っちゃって、一瞬。全くいいんだよ。いつもそこで、フラノノって言うのよ。フラノノって、そんな歌じゃねえよっていうボケなんだけど、急に布部がーって言われてたから、何なのこれと思ったんだけど。全然ない。そこだって、その場所は伊達市だし。あ、まあ、だって、布部じゃないし、あ、北海道全員が知ってるって思ってたってことでしょ、だから、ね、北海道でも、布部駅がなくなる、もう、佐賀の人が宮崎の話してるみたいな感じなんだろうな。ああ、いや、どうなんだろうな。そうなんじゃない、だって、でかいし。別に、ね、その、富良野のことは私知らないし、みたいなことなのかな。布部富良野でやったらウケるよね、絶対。布部がーって。布部がどうなんだろう。いや、富良野でいいんじゃない、その別に。わかりやすいんじゃない、富良野が。なんでわざわざ布部にしたのって思うんじゃない思い入れがね。でも、それはちょっと動揺したんだけど、その前の日に、土曜日に、すごい、帝国ホテルの落語会の仕事だったの、ナイツで。それで、始まる前に、ホテルの方が、今日、王貞治さん来られてますって言うのよ。え、すごい。王貞治さん、帝国ホテルの落語会って王さん来るんだ。俺はまず、あれ、ソフトバンクの試合中なのにいいのかなって俺は思っちゃったんだけど。開幕戦のね。そんなの別に関係ないんだろうなと思って。あの、王さんはもう、いつもこれ楽しみに、来られるんです。落語が好きで、みたいな。あ、王さん、すごいね。それで、あと一人、小泉純一郎さん来られてます。小泉純一郎さん来てるんですか？嘘みたいじゃんね。はい。それで、まあ、わかります。でもそんな言われてもさ、いつもやるネタはもう、だいたい下ネタしかないからさ、もうしょうがないから、いつも通りやったんだけど、どうもって言って、一番目線が行く真ん中に小泉純一郎さんが来て。ど真ん中よ。ど真ん中。ど真ん中の前から5列目ぐらいよ。めちゃくちゃ小泉純一郎だったよね。めちゃくちゃ小泉純一郎。もう、フォーエバーラブが流れてる感じのぐらいの顔がさ。めちゃくちゃ、でも全然変わんないね。小泉さん。全然髪の毛。もう総理の時と同じだったね、もう。隣はやっぱ奥様ですかね、あれ。いやー、かんない。綺麗な、ね、ただもう、貴婦人がいらっしゃる。オーラとかそんなレベルじゃなかった。もう、めちゃくちゃ小泉純一郎。めちゃくちゃ目が合うのよ。めちゃくちゃ目合うんだって、真ん中のさ。一番漫才で見るとこにいるから。あれはさすがに動揺したね。俺、王さんはわかんなかった。王さんわかんなかったけど、小泉さんはもうど真ん中にいたから。めっちゃ面白かったな。全然、だから、さすがに政治ネタとか、いろいろこうやったんだけど、見ながらね、何が受けるかなと思って、あんまり、まあ、そんなにこう大きな顔の表情はなかったんです。冒頭から、籠池さんで言ったからね。どうも、森友学園の籠池です。あんま笑ってなかった。あんま笑ってなかった。ちょっと、探り探りやってたんですけどね。あんまなんか、どれもあんまり、はまんなくて。で、一番、小泉さんが、一瞬だけ体、のけぞって笑ったとこが、
なんかもっとね若い野球の話ばっかりするって言って最後もっと若い人のね、はい、興味あることやると若いお客さん誰もいねえじゃねえかっていう時だけ小泉夫妻は受けそうよかったなと思ってそれはね受けてくれた。そこだけめちゃくちゃ見てんじゃんめちゃくちゃ見て俺ずっと小泉さん見ながら反応だけめちゃくちゃ見てたよいやすごかったねあれはねあれはすごかったいい体験させていただきましたよ。そう昨日もだから伊達市で営業でしたからね。うん、あの渡り119ってわかります？鍋プロの。はい、わかりますよ。あれは地元なんだって。うん、伊達市か。そうなんですね。そうなのよ。北海道だ。ご両親来てて。ご両親ね渡り。渡り119のさ、はい、あの去年さ、はい、あの同じ時期に伊達でやったんですよ。うん、このライブ。はい、その時にあの渡り119のご両親は、うんあの渡りは出てないんですよ去年はね去年は、うん、それに見に来てたらしいんですね、うん、それでそのお菓子を大量に楽屋に差し入れしていただいてたんです、はい、でそれを僕は全然あのそんなあれわかんないですけど YouTube で楽屋とかを撮った時に、うん、渡り119の、 あの両親が、うんあのね、お菓子いただいてます地元なんですね今日出てないんですけどね、うん、みたいなことを去年言ってて、うん、YouTube に上げてたっていうの、うんはい渡りが昨日去年のありがとうございました両親のお菓子を YouTube 上げていただいて多分あれで今回呼ばれるようになりました関係ないと思いますでもあのお菓子持ってきて早坂さんが、ね、呼ぼうかなって思ったのかなと思って、ね、地元だしそう地元で初早坂営業だもんね渡り君は来てたね初ね初めてだったんだよね、うん、そうですよねピンにねなられたしねすごい良かったよね伊達市ね、うん、毎年行かせていただくよねそう毎年行ってる伊達市はいいよ ね食べ物も美味しいしなそう今暑かったですか暖かくていや寒かったですかそれ前乗りしたでしょ前乗りしたそう僕はねで東京が25度とか、はい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 、行ってた時土曜日はいに行ったんだけども向こうはもう5度とか6度とか、やっぱり寒かった。だから土曜日暑かったのに一人だけさ、はい、すっげえでかいダウンジャケット持って。いやもう持っていかなきゃいけないのがね、うん、きつかったねあれはね。俺意味わかんなかったんだけど、はい、あのうちのマネージャーの長谷川と、はい、俺と土屋の3人の LINE グループがあるんですよ、はい、スケジュールとか、はい、それになんか土曜日の夜に一回間違えてなんか送ったわ夜にね、はい、あのちょっとなんか LINE が来てんの、はい、それが土屋早坂さん流れ星の2人、うん、あとお見送り芸人しんいちが雪で、はい、雪の中でそうそうそうなんかわーってやってるなんか写真だったわけ、はい、それでだから俺は、うん、あそっか今あのもう前乗りして北海道のね雪のこんな雪降ってますよみたいなことを、うんうんうん、なんか送ってきてんのかなって思ったんだけど、はい、なんかあまりにもその写真だけだし、うん、意味わかんないから、うん特に何にも返信しないで、なんかまあ間違えたのかなぐらいで思ってったので、はい、前乗り楽しそうだなぐらいで思ってったのね。はい、それで、うん、昨日、うん、あの、早坂営業に、はい俺は当日入りだったから、はい、行くじゃない。うん、それで、あのバスにみんなで、うん、新千歳から伊達市までバスに乗って行くんだけど、はい、そのバスに乗った時に、うんバスのあの、イベンターさんが、もう全員揃いましたかって言ったから、はいさ江ノ上がニッチの、うん、あまだ新一が来てませんって言ったの、はい、だけど俺はあ江ノ上違う新一前乗りだからあの俺の写真があるから、ねはい、前乗りだから、うん、新一あの来て今日あのもうあのバス行ってくださいって言ったのそしたら、はい、俺がまた変にボケてると思って江ノ上が、はいうん、いやいや違いますまず行かないでくださいあの新一がまだ来てない新一はギターを届けてるので、はいはい、それで、ね、いやいや、そうじゃないの、前乗りだからっつって、そしたら、江上とか他複数が、新、うん、一さっき見ましたっていうわけよ。羽田で見たと。うん、そんなわけねえだろ。土屋から、送られて前乗りしてると。みんなで写真見せたろ。これ、見ろこの写真。雪で、新一と。いや、いるだろと。そしたら、みんな、どういうことだって。確かに、確かに。部屋5時。で、なんなら俺もなんか、新一のようなやつに、羽田で挨拶されたような、気持ちで、あいつ、されたのか。一回、伊達市まで行って、一回帰って、また次の日何時間後に飛行機乗ったのか。ミステリーだ、ミステリー。これミステリーだったんですよ。これは結局答えは何だったの？これは、はい、その、去年のメンバーと、
はい、2023年のメンバー。去年の伊達市の営業も前乗りしたんですよ。はい。で、その時には、うん、流れ星二人、新一、俺、はい、で、早坂さんで行ったのね。うん、で、その時に、昭和新山に行って、昭和新山で写真撮ったのがあったんですよ。うん、それを、雪山で、うん、あの、昨日、前乗りした時に、うん、あの、流れ星もいたから、はい、流れ星は2年連続、うん、で、早坂さんもいた。うん、で、去年の、うん、なんかあの、昭和新山で撮った写真あったよね、うん、みたいな。うん、あれ、なんか、ちょうだいよ、つって、私見てないんだけど、みたいな早坂さんに言われたから、それを早坂さんに送ろうと思ったら、間違えて、花さんの LINE に送っちゃったのね。だから、それ去年の、絶対わかんないの前乗りに新一がいたし、それはね、絶対、しかもだけど、去年の写真だよ。去年だけどさ、うん、同じような黒のなんかダウンジャケット持ってたから、絶対わかんないよ、あれ。そうだね。だから、ほんと俺が、うん、あれなんで新一が前乗りしてんのにあいつまた羽田にいて、うん、それは謎だよね。謎だよ。で新一に来て、あとやっぱり、はい、え新一何やってんのって、うんうん、いや何やってんのってさっきあったじゃないですか。あってんのにね。そういうことか。そういうこと、そういうこと。ごめんごめん。気がかんない。井上さん、ちゃんと止めてね、よかったですね。井上さん、何の役回りなの？井上さんはもう、何の役仕切ってるね。係員なの。井上係員です。井上は、でもやっぱり、あれだね。キーパーもやるしね。痩せる気はないね。あ、そうだね。もう、なっちゃんのとこ行ってないらしい。クリスタルジムね。あ、クリスタルジムもう行ってない。2回行って、もう、俺一回あの一緒にトレーニングして、うんはい、おたけ先生のやつで行ったけども、うんはい、その時の辛そうな顔を見て、はい、あこいつやめるなって思った。そしたらやっぱりそうですね、皆さんいろいろ巻き込むけど先にやめますね。誘ってくるけど、ね、あれ気づいたらあれ、うん、いないって踏み台昇降もやっぱりあそうだね、一緒にやろうって言って、や続かなかったね。続かなかった。そうです。本当だ、ね、巻き込んでいない、巻き込んどいていないんだ。巻き込んで、はい、煙に巻いてどっかいないっていう。そういうなんか気にしちゃってんだよ俺は江上を、うん、やっぱ江上の行動を見ちゃうんだよな、うん、朝羽田でさえ蕎麦食ってたんだよ、うん、俺見てたのそれを、うん、蕎麦食ってんなと思って、朝からすげえ蕎麦食ってんなと思って、うん、それで、うん、あの向こう行って、うん、腹減ったとかって言ってるから、いや蕎麦食べてましたよね。蕎麦食べてましたよね。私見ましたよ蕎麦。チェックが何なんですか。なん、いや、そば食べてたじゃないですか。結構量。なのに、何なんですか、腹減ったって言いましたよね。食って、食って。はい、それで、なんか、また、ケータリング行った時に、またなんか、エッグタルトみたいな顔して、さっきまたなんかそれ食べてましたよ。いいだろ、ね、ほっといてやれよ、もう。痩せそうでも。それで食べて、はい、散々食べて、うん、いっぱい食べて、うん、それで、最後また、新千歳に戻ってきて、8時発だったんですけど、飛行機が、はい、1時間25分、昨日遅延だったんですよ。あら、うん、そうですか。去年もね、そうだった。伊達市の帰りの飛行機遅れて、はい、もう、羽田着いたら電車内みたいな。電車内みたいなね。ね、大変だったから。最後もう、ね、1時間25分遅延ですから、空港のロビーでね、ビール飲んで飯食ってましたね。江上さん。よかったじゃない。よかった。もう絶対食べ物からあいつ逃れられないよ。痩せるわけないじゃん、あれ。ね、帰ったよね。北海道はまだね、美味しいもんばっかだからね。っていうことをまた言うでしょ。今日からですから、うん、北海道終わったらですから。北海道は特別。北海道は特別、ね。何回も聞いてる、それ。何回も言うでね。すごい言う、理論はしっかりしてる、ね。理論はしっかりします。皆さん違うんです。聞いてください。これは。そうそう。理論はしっかりしてるし。これはそうじゃなくて、うん、あれなんです。うん、ああ、そういうことか。つって、うん、ああ、なるほど、なるほど、みたいになっちゃうんだけど。そうなんです、そうなんです。うん。すげえ、そんなこと言ってる。痩せる手段もすごい知ってるんです。めちゃくちゃ知ってる。知識めちゃくちゃあるんです。知識はあるんで、ね、はい。で、やらないだけなんで。やらないだけなんです。うん、やり続けるのが苦手だね。ね面白い。本当に。ノラちゃんが、いよいよ、はい、バブコが。あ、そうですね。今日初めての入園というか登園しましてね、朝ね、保育園に保育園行き始めた。早いんですね。いやもう3年経ちましてね、うん、もう本当に、うん、もう泣いてましたね、やっぱり、うん、ママはどこに行くの、ママは。ああそっか、はい、でももうシール貼り行こうって保育士さんがね、うん、シール貼ったのママに後で見せようっつって、うんっつって行って帰ってきいないから、それから2時間ずっと泣いてたらしいです。うわ、初めはね、はい、もう本当にどうしても
ねえ、やっぱりもう私も子離れしなきゃいけないですよね、と思いながら。泣きそうだもんね。もう泣い、本当に思い出したらちょっと泣いちゃう。エイプリルフールですか？違いますから。あ、本当に。タチ悪すぎるだろ。タチ悪すぎるでしょ。エイプリルフールとしては。あ、ごめんなさい。どうしても、ねえ、エイプリルフールだったらよかったですよ、私だって。今日が。嘘みたいなね。いや、でも本当にしょうがないですね。そんな、やっぱり。ね、親はちょっとやっぱりこうグッときますけれども。預かってんだ今じゃあ、ね、もう2時間なんでね、奈良教育なんでも帰ってきましたけど。あ、そうなんだ、はい、もう初めはね、うちも幼稚園もみんな泣いてたし。泣いてました。3人とももう同じだったよ。泣いてましたか？3回とももうみんな泣いてたよ。ずるいずるいとかさ、ずるい妹がなんとかちゃんは行かなくていいからとかさ、そういう言ってたよね。そうですか。それはもうしょうがないね、慣れるしかない、慣れるしかないですね。そうですね、成長するからね、それでまた。そうですね、本当に、はい、旦那さんはでもすごくそこも協力的にやっていただいてるわけだからさ、そんなに。いやいやいや、昨日もね、保育園に行くに荷物がすごいやっぱいろいろあるわけですよ、荷物の全部名前書いて、でおしめを入れるビニール袋、決まりの あるわけですよ、透明によくありますよね、冷凍食品とか買ったりこう入れてくれるスーパーとかで、あれにおむつ入れなきゃいけないんですけど、なかったんですよ、袋が。だからちょっと買ってきてくださいっつって頼んで、でこういうもんだからしたら、あ、分かった分かった、それ俺コンビニでバイトしてたから、知ってるから、俺知ってるからっつって、それで行って、でおむつ一個ずつ入れるやつだよっていうふうに、もうそれも用途も言って行ったんですけど、普通に買ってきたのが45リットルの取っ手付きのでっかい袋だったんですよ。ゴミ袋みたいな。ゴミ袋45リットルですよ。45リットル。それで、ね、取っ手付いてた方がいいかなと思ってみたいな。それで、いやいや。ゴミ箱とかにガンって入れるやつだったんですよ。いやいやいや、おむつ1個入れるって言ったらね、こんなに入れる、どうすんのって。何を、コンビニでバイトしたからとか言って。何考えてんのつって。でも本当になんか腹立って、それでなんかもう、これ買ってくるまで今日帰ってくんなっつって。はい、そして30分後に「あったよ!」って LINE で写真あったよ、写真これでしょって、もう既読スルーしましたけど、既読スルーしたして買って帰ってきましたけど、本当になんかもうあれでしたよね。うちのでスーミーもそばにいたんですけど、スーミーが「何も話聞いてないんだね」ってなんか本物普通のやつ持っていかせればよかったねっつって。ああ、なるほどな。怖くないって。でもさ、私用途説明してんだよっつって全部、もうマジで保育園からやり直した方がいいんじゃないかなと思いますよね。本当に。そうか、リア。それなんかまあなんか絶望するよね。絶望するんですよ。やっぱり持たせた方がいいと思うよ。俺よく堀江って弟子いるでしょ。はいはいはい。YouTube の撮影の時に、はい、カンペ書くやつあんじゃん、はいはいはい。スケッチブック買ってきてって言ったら、ちっちゃいホワイトボード買ってきて。しょっちゅうあんのよ。あ、そう。だから、それ聞いてないの、やっぱり。自分の中で、はい、わかりましたって言うから、ちょっと怖えな、今のわかりましたっていうのすごいあるんだよね。俺もそういうのすっごいあるから、はい、すごいわかる。なんかちゃんと、俺もね、持っていかないと多分、ダメ。奥さんからよく言われる、それじゃないアルコールのやつだしとか。もうちゃんともう紙に書くとか、携帯にメモするとかで行かないと、お使いはやっぱり。種類が多いからさ。忘れちゃうよね。結局コンビニに、一番近いコンビニに売ってたのに、遠いスーパーまで買いに行って、間違えて買ってきて。コンビニでバイトしてたから、コンビニに売ってるから、コンビニ一番初めに行くんじゃないのつって。いや、でも最後に1個だったわーとかつって。もう100枚入って100円とかつって。安いよねとかって、なんかもう全然話聞いてないんですよ。ね、全然私に怒られるまいとして、買ってきたという事実をずっとひたすら言って。瓦を思いっきり割るとか、なんかとか行こうか、行きましょうか ね本当に。なんかあんたよく言うから。はっつって。ゴーグルかけながら思いっきりなんかバンと瓦、ね、ガラス投げる。瓦割るところ皿とか投げたりとかしてね。ありますよね、そういうとこね。なんか割ったりね。本当ですね。そんな感じなんだ。そういうとこあるよ。今のストレスはもう。そうですね。そうだよね。びっくりしますね、本当ね。でも本当にね、これ、すごいニュースですよ。トンネルさん武道館でやるじゃないですか。はいはいはい。で、それで僕すごいびっくりしたんですけど、おぼん・こぼん師匠も、なんか60周年、武道館で、なんかライブやることになったみたいで。へ、そう、すごくないですか？すごい。まあニュースになってないです。いや、エイプリルフールですよ、また。は？そう、またなんか LINE グループって言うと、毎年やっていくんだから、もうわかるでしょ、もうおぼん師匠。毎年。え、エイプリルフール？ 4 月1日、エイプリルで。いや、できるわけないでしょ、武道館で。お盆俺は何でもできることは手伝いますってさっき言ったんですよ。嘘ですよ。嘘ですか？
なんで嘘だって決めつけるんだよ。毎年やってると無理だろ、だって武道館こぼんこぼん無理だろ、水ダウ効果で、まあ、すぐ集まるだろ、水ダウ効果で無理だろ、だって無理だろ、東洋館すらもう埋まんなくなってきてるんだもん。ボンコボン出演日キリトンネルズさんゲストにしたらやらないボンコボンなんだから呼べるだろ、やらないだろトンネルズ武道館ライブがあるのにコルトンブルーンのなんでおボンコボンライブのゲストに来るんだよトンネルズそっちでいいだろ、そしたらなんだ嘘なんだ、騙されたな、騙されてないですよ、誰も、ね、本当に誰もどんどん騙されてないです、もうみんなで、ね、みんなで楽しみですとかね LINE で乗っかってあげて疑心乗っかってあげてんだよみんな、なんなんこれもう、ね、意味あんのこれ毎回、ね、2回ですからお願いしますでもこの時は仲いい時だからね、送ってくる時はまあ本当に仲悪い時コボン師匠の写真載せることでだって嫌がるからまだコボンコボンの写真載せてくれるからね、なるほどなるほど、うん、今はだいぶ良好なんだなとは思いましたけどね、ね、はい、それではそろそろ行きましょう。This program is specially designed to make you laugh shamelessly in the middle of the day. We've got a very special person hosting the show today. Well, without further ado, let's dive into it. Are you ready?The Radio Show! レイザーラジオショー、今週もよろしくお願いいたします。お願いします。さあ今日2時台のゲストは奈良さんと同じ事務所の小竹正義感、うん、弁護士芸人として活動している本当の弁護士だもんね、そうみたいですね、弁護士になってから芸人になったもんね、結構今もやってんでしょ、案件とかあるんでしょ、おそらく、あ、弁護士としてんの、そうでしょ、どうなんだろう、そうですね、そんな小竹正義感にちなんでですね、今日のメールテーマはこちら、ラジオショー捜査一課@1242.com、 すべてのメールの中から抽選で5名の方にラジオショーオリジナルサインペン、月曜日は赤をプレゼントします。それではナイツザラジオショー、今日も3時30分まで生放送です。お聞きの番組は FM93 AM1242、 ラジオで聞いてもラジコで聞いてもラジコで聞いて も, ラジコで聞いても日本放送です。その昔、神奈川県の大部分は相模の国と呼ばれていました。圏央道寒川北インターからおよそ3分、相模の国の一宮、八方除けの寒川神社です。ご郵送でのご祈祷も承っております。古いカメラ、壊れたカメラ、いくらになるか気になりませんか？北村ならどんなカメラでも高く買い取ります。さらに時計やブランド品も少量でも無料で査定に伺います。お電話は 0120-157-999 157-999、 出張買取はカメラの北村、高価買取キャンペーン中。今日はボロネーゼ、長谷園の新商品パキッと、袋の中にはパスタソースが入ってる、これにパスタの乾麺をパキッと2つに折って入れちゃいます。あとはレンジで本格パスタの出来上がり、鍋なし手間なし、この作り方感動級、長谷園のパキッと。はい、ここで中央事務所に電話をして過払い金を受け取った70代女性主婦の方からの感想をご紹介します。私は生活費のためにデパートのカードでキャッシングをしました。夫が急に亡くなり、まだ小さかった子供たちを育てるため仕方がありませんでした。それを返し終えたのは5年前です。過払い金のことは完済前から知っていましたが、借り入れが少なかったため、自分には関係ないと思っていました。それでも、あの日はなぜか、間違っていてもいいか、という気持ちになり電話をしたんです。そしたら、100万円を超える過払い金がありました。このお金は、家具や布団の買い替えに使います。このように、クレジットカードのご利用経験者に、過払い金が戻るかもしれません。あなたに過払い金がいくら戻るか、今すぐ無料でご確認ください。間違っていても構いません。過払い金がないことの確認も可能です。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。
おかげさまで開局70周年笑顔になあれ日本放送。ここで日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの前田さん、お願いします。はい、神奈川県の小田原厚木道路の下りは大磯インターで作業のため1キロ半渋滞しています。県央道の茅ヶ崎ジャンクション方面への内回りは県央厚木インターで3キロの渋滞です。東名高速道路の下りは横浜町田インター付近で7キロ半渋滞しています。首都高速道路は中央環状線外回りの千住新橋に止まっていた故障車が移動しています。5号線の下りは板橋ジャンクションで1キロの渋滞、3号線の下りは三軒茶屋で2キロの渋滞です。千葉県の県道船橋阿鼻子線の鎌ヶ谷市阿波野に止まっていた故障車は移動して、下りは初富交差点で1キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの前田でした。前田さん、ありがとうございました。次の日本放送交通情報は2時25分頃お届けします。東京協会ではプロ野球コーチの白井和之さんを講師に迎え、5月17日金曜午後2時、東京八重洲で特別講演会を開催します。こちらへ抽選で100名様をご招待。ご応募ははがきに住所、氏名、年齢、電話番号、参加希望人数をお書きの上、郵便番号 100-8439 日本放送食育知識教養セミナー係まで。4月5日金曜消印有効です。詳しくは日本放送ホームページをご確認ください。伊集院光です。4月から番組がお昼前と夕方の2部構成になっちゃいます。夕方の20分番組は伊集院光の種、我々がたっぷりご用意した様々な話の種を一緒に育てましょう。伊集院光の種は明日の夕方5時30分からリニューアル。続いてはこちら、漫才協会ニュース。一般社団法人漫才協会所属芸人たちの最新動向や協会内で問題となっている話題などを紹介しています。今週も早速紹介しましょう。漫才協会所属完熟フレッシュの池田レイラさんが初主演を務めた映画匂いが眠るまでが4月6日から公開されます。コーヒー豆の焙煎店を営んでいた亡き父が残したノートをもとに、かつて父が訪れていた映画館を娘が巡って父親の匂いを探す旅に出るというストーリー。4月6日7日には映画のロケ地となった秋田県大館市にある映画館オナリザで、舞台挨拶も実施されるということです。はい、レイラちゃん主演、すごくないですか。すごいですね、映画の主演です。面白そうだ ね、 いいですね。実話をね元にした、実話、レイラちゃんのね本人の実話ってことですよね。亡き父がつってますけど、お父さん、ゲラゴナクレイジ、ゴナクレイジ死んだコーヒーのねプロテインの焙煎を飲んで亡き父が、プロテインは飲んでそうだけどね、ゴナクレイジさん、レイラちゃんすごいね、ねでもさ、ちゃんとさ、それでも東洋館さ漫才やってんだもんね。そうそうそう、偉いよね、あの親子。今大学生ですか。もう大学生だっけ、大学生だね、この前大学生になったんだ、ね、今年からだ、そうか、今年からね、4月から大学生だよ、大きくなったよね、ありがとうございます。楽しみです。さあ続いても漫才協会所属の女性芸人に関する情報です。漫才協会所属で2020年度の漫才新人大賞を受賞した実力派コンビのマリアのサラマンダユミミさんは保育園に通う男の子を持つ母であります、はい、先日保育園からメールで送られてきた子供たちの集合写真を見ると、我が子があまりに小さく豆粒みたいに写っていたそうです、はい、そこで思わず指で画面を拡大しましたが、その時についに老眼が始まり老いを感じたと切ないエピソードを自身の X にポストしています。あ、そうだね、うん、老眼だね。そんなか、まあ、スマホとかそういうものをもう拡大しないと見られないよね、本当に。わかんない。あ、もう遊戯会の動画送られてきたけど、誰が子供わかんなかったの、自分。自分ちの子供わかんなかったの。わかんない。同じ格好してるしね。ああ、本当わかんない。わかんないよね。なんか、老眼鏡作ろうと思っ
って、はい、あの、はい、作り行った方がいいね。ちゃんとメガネ屋さんとかで、そう一個あった方がいいですよ。一個あった方がいい、ね。なんかちょっとした作業をするときに、本当全然手元見えなかったりするから。見えないもんね。漫画とかも読めないもんな、なんか本当。そうだね。悲しくなるね、老眼って。なんだろう、ね。老眼ってさ、ユミさんよりもさ、いろんな老化現象あるけど、老眼って特に悲しくなるよね、なんかね。そうですね。絶対もうプロ野球選手もそれだもんね。あ、そうなんです。目見えなくなる。目がやっぱり、あの、速いスピードに。もう肉体はすごいよ。目の衰えなんだ。目の衰え。だから打てなくなるもん、とにかく。あ、まずその動体視力っていうのはまたね、うん、あれだけど。そうそう。別だけど。まだ老眼かけて、こう、いないんですか、そういう選手は。老眼で、本当だね。打ってる人、メガネかけて。いないんじゃない。イチローさんも新庄さんも、あれだけ肩も強いし、走れるけど、はい、やっぱり明らかに打てなくなったもんね。やっぱ老眼なんだ。ああ、そういうのあるかな。はい、さあ、メールもね、はい、来てます。はい、来てますね。はい、はい、中介さんです、うん、漫才協会ザ・ムービーでも膝小僧を出して花輪さんに怒られていた場面が記憶に新しいコンパスの中島さんですが、昨日結婚発表がありました、発表はオキシジェンさんのラジオ番組内で行われ、アシスタントを務める奥様のタレント荒木美穂さんから行われました、お二人のお幸せをお祈りいたします。ねえ、結婚ですよ、はい、昨日発表なんだ。そうなんだ。佐賀のね、あの、小木っていうね、うん、そう、僕のあの、長男が小木高校っていう高校に行ってたんですけど、はい、そこの出身の方でね、そうなんです、ね。一回長崎でね、はい、あれはロケ行った時に一緒に仕事したことあるんですけどね。オキシジェンのね、ラジオも。そう。ずっとやってますね。今、アシスタントやってるね。おめでとうございます。美穂ちゃんね、そうそうそう、発表したんだね。ね、うん。おめでとうございます。中島くんが。はい、おめでとうございます。もう一枚、エッツさんです。はい。ビッグスモールンはラスベガス、ヘイタクちゃんはニューヨークへ。ビッグスモールンは3月上旬から、ヘイタクちゃんは3月下旬から、どちらも4月の下旬まで長期アメリカ滞在中です。ビッグスモールンは公式の YouTube によると、プロモーターさんがたくさん集まる、日本一のようなものに参加するとのこと。そこから長期契約につながる可能性があるようです。ヘイタクちゃんはラーメンのポップアップストアを出店しているようですが、日本からアゴモノマネを持って行っているらしく、かっこ英語が喋れないので動物のモノマネを、ラーメンではすでに認められていますが、アメリカでのラーメンとアゴモノマネの二刀流も期待できそうです、漫才協会すごいことになってますね。漫才協会アメリカ公演も夢じゃない。ありがとうございます。すごいね、ビッグスモールン、ヘイタクちゃん。それでだって新しくまたクマムシが入ったからね。ああ、そうか。あんなもSDGs に絡めて、うん、これ以上あったかいんだからみたいな。地球が温まる的なこと。それで入れたの。温暖化ね。温暖化の。すごいメッセージ性。長谷川くんの顔をもう地球儀にして。特別なスープつってるけど。地球温暖化の話じゃ。もう買いますけどね。すごいですね。すごいですね。アメリカに今日本人って何人ぐらいいる。知ってます？あ、クイズですか？はい。何人ぐらい住んでるか。住んでる。はい。100万人。ああ。はいないか。そんなにいないか。80万人ぐらいですかね。40万人ぐらいですね。ごめん。ごめん。すいません。そう。これ、スーパンパなクイズ。ごめんごめん。でも俺もね、なんか、100万人ぐらいいるのかなと思ったんだけど、はい、40万人。アメリカの人口って何？アメリカの人口って、はい、多分3億ぐらいじゃなかったっけ？3億ぐらい。あ、3億人か。中国がもうどぶっちぎりだもんね。13億人ぐらいいるもんね。うん、でもインドも相当あるでしょ。インドももう10億人ぐらいいるんじゃないかって。ね、そう。うん。40万人。その中の、そっか、40万人。40万人ぐらいいるからね。日本人が住んでるね。そうなんだよ。頑張ってもらいたいね。いや、ビッグスモールね。長期契約。ね、はい。さあ、番組ではあなたからの満響メンバーの目撃情報などをお待ちしています。メールの件名に満響ニュースと書いて、rs@1242.com までお願いします。漫才協会所属芸人からの内部告発もお待ちしています。以上、漫才協会ニュースでした。はい、ここで中央事務所よりお知らせです。現在キャッシングやカードローン経験者を対象に現金が返金されています。例えば4万円程度でもお借り入れを繰り返すと27万円を受け取れる可能性があります。あなたが受け取れるのかは電話で確認できます。受け取れるかの確認に費用はいただきません。周りの方に知られることもないし、しつこい営業電話もありません。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。
無料の確認ダイヤル0120-10-10-10-10-10-10であなたが受け取れるかご確認ください。今お乗りのあなたの愛車、一番高く買い取ってくれる中古車店、わかりますか？知りたいけど、すぐにはわからないでしょう、とお思いの方、実は簡単にわかる方法があるんです。それが、車たかし。車たかしは、中古車買い取り店の査定額を一気に比べられる便利なサイト。たった1分。あなたの車の情報を入力すれば、大手買い取り店から近くの買い取り店など、最大10社の査定額が無料で届きます。比べてみれば、一番高く売れるところがすぐわかる。買取店によって、なんと平均18万8000円も買取額に差があるんです。車を高く売りたいなら、車高しで検索。ベリーベスト法律事務所より、B 型肝炎の方へ、最大3600万円の給付金制度のお知らせです。次の方は、給付の可能性があります。昭和16年から昭和63年生まれの方。小学校で注射を受けた方、一度でも B 型肝炎と言われた方、これらの対象者の約5人に4人が未だに給付を受けていません。特に現在症状のない方と家族を肝臓病で亡くされたご遺族の方は注意が必要です。自分は対象じゃないと思っている方でも給付金を受け取れることが多いので、確認はとても大事です。また他の事務所で断られた方も大歓迎。当事務所なら給付金を受けられるかもしれません。最後に、この給付金には請求期限があります。手続きをしないと損ですよ。まずは、あなたも給付の対象かご確認を。前から気になっていたは今日で終わりにしましょう。話の途中で断っても大丈夫。相談は無料です。お電話は 0120-70-7000番。70-7000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。続いて、網戸の三越がお送りする、ハロー神奈川、神奈川県の情報をお伝えします。日本です。横浜マラソンの申し込みですが、インターネットで4月10日11時からになります。今からマラソンの準備をして大会当日笑顔で完走できたらいいですよね。以上、横浜のスタジオより久米知恵がお届けしました。久米さん、今日のメールテーマがラジオショー捜査一課ということで、はい、久米さんが過去に犯した犯罪行為をお願いいたします。なんか今も、ええ、歩いてて赤信号になっても車がいなかったら、うん、つい渡りたくなっちゃうんですけれども、それはもう本当にね、絶対ダメですよ。そうですか、ね、やっぱりルールですから。あ、捕まってしまいますかね。それも捕まってしまいます。何の相談なんですか。それはまあダメです絶対、はい、弁護士の方はねやってもいいですけど、それ僕らはダメですから、やっちゃいけませんからね。もちろんダメです、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。さあ来た、すごい花粉だ。部屋の中に入るか入るか、見事にキャッチ。さすがナノキャッチフィルターです。網戸に貼るだけ花粉をキャッチ。3S のナノキャッチフィルターは花粉を 96.8% ブロック。お求めはアミドマン .net で。時刻は1時50分です。続いて日本放送ニュースです。ニュースデスク、小永井さん、お願いします。はい、お伝えします。自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件を受けた議員の処分に関し、茂木幹事長は党紀委員会の招集を今日にも要請します。自民党執行部は安倍派と二階派の議員に4日木曜日にも処分を決定する方針で、安倍派幹部の一部には離党勧告を課す方向で検討しています。岸田総理大臣は今日の参議院決算委員会で関係議員の処分について何ら決まっていないと強調しました。立憲民主党田名部雅代議員とのやり取りです。自民党は安倍、二階、両派の議員の82名のうち約40人を党紀委員会で処分する方向で調整に入ったという報道がありました。この事実関係について教えてください。今日も聞き取り調査を行っている最中であります。処罰の判断、何も決まっているものではない、これから判断されるものであると。また岸田総理は派閥幹部としてどのような役割を果たすべきだったのかといった政治責任も党として判断しなければならないと主張をしました。
東京渋谷区のマンションの一室で女性にわいせつな行為をしたとして弁護士の男ら2人が逮捕されました。不同意性交の疑いで逮捕されたのは東京港区の弁護士笹川大地容疑者33歳と渋谷区に住む中央区の職員山崎俊則容疑者33歳です。警視庁の調べによりますと2人は去年11月渋谷区のマンションの一室で酒を飲み酩酊した当時20代の女性にわいせつな行為をした疑いが持たれています。調べに対し笹川容疑者は黙秘していて山崎容疑者は同意の上だったと供述しているということです。宝塚歌劇団は空組に所属する俳優の朝日花さんと葉崎うららさんが昨日対談したと発表しました。空組では25歳の俳優の女性が死亡した去年9月を最後に公演が行われておらず、綾日さんは亡くなった俳優の同期、葉崎さんは後輩でした。歌劇団側は時期が来れば空組の公演を再開したいとしています。おしまいに、アメリカメジャーリーグカブスの鈴木誠也選手は3月31日レンジャーズ戦に2番ライトで出場し、9回に2点タイムリーヒットを放って6打数2安打2打点をマークしました。そしてドジャースの大谷翔平選手はカージナルス戦に2番指名打者で出場し、6回にライト線へツーベースを放ち4打数1安打でした。このほかレッドソックスの吉田正尚選手はマリナーズ戦に5番指名打者で先発し4打数1安打。パドレスの松井裕樹投手はジャイアンツ戦8回から3番手で登板し1イニングを0点に抑えています。ニュースは以上です。小永さん、ありがとうございました。どうも、男性ブランコの浦井です。平井です。我々舞台鴨川ホルモンワンスモアに出演します。ガキジェボー、ただいま稽古真っ最中、テンション上がってます。ドウンドゥグワ、鬼語やめて。ホルモンに出てくるけど、ガキジェボーは集合、ドウンドゥグワは落ち着けですね。4月12日から池袋サンシャイン劇場へ、ゲルズンベン、ぴょぴょぴゅ。はい、ミニクイックさん、小泉純一郎さんは独身のはずです。確か総理時代に支えていたのはお姉様だったと思います。落語界に来られたのもご兄弟の可能性がありますが、彼女さんがいらしたならごめんなさい。というかもう全部がそういう貴婦人の方だったから、うん、隣にいた人が全然、ね、とかっていうのは特に分かんないね。分かんない。もうドレスアップしてたから、あ、まあ、初めてであんなすごい曲さ、真面目な、ねえ、うん、いつもよりも完全に、なんだろう、もう東洋館のお客さんと、多分他の席にもなんかすごい人たちがいたんでしょうね。なるほど、なるほど、こう思いますね。ダンディーだからでもね、表になるからね、そうですね。待っても、滑りに耐えてよく頑張った、感動した、滑りに耐えて言ってたかな、貴乃花みたいに痛みに耐えてみたいな。だからね、ネットにさ、180センチ以上の意外な、はいはい、よくね、タレントランキングとかさ、はい、なんかあったの、うん、朝見てたの、パソコンで、そしたら、うん、笑ったのがさ、10位に貴乃花って書いてあったんだけどさ、意外じゃねえだろ。なんで意外なんだよ。力士だし、あけぼのと一緒だったからかな。あけぼのとよく戦ってたからかな。ちっちゃく見えたのかな。180もあると思って思ったのかな。思わないよ、あけぼのとかね、貴乃花ほやがな。なんだあのランキング、そう、わけわかんないじゃん。でも誰かが本当に入れたんだろうね、票を、ちゃんと取ってるんでしょ。でも江口洋介さん185あんだよね。あ、そうなんだ。そんな大きいんだと思って、びっくりしたよね。180意外じゃないだろ。181とかで書いたんだ。まあ、お兄ちゃんも別に大きいけどね。あ、まあ、どうなんだろう、俺よりは全然ね、小兵力士とはいえ77ぐらいあったけど、ね、ちょっとバグってる可能性は、あの時代、あけぼのと舞の海がいたから、やっぱりそっかそっか、両極端な2人いたから、なるほどな、ちょっと分かんなくなってるけどね。リアクションメールですね。ロシアンブルコさんです、うん、ナイツカーリングで検索したところ、うん、SC 軽井沢クラブ山口たけしさんのブログがヒットしまして、うん、2019年1月11日やはり花輪兄弟で軽井沢アイスパークにロケに訪れていたみたいですよ。山口さん、ナイツの漫才がお好きなようで、うん、ぜひカーリングネタもと締めていますが、うん、それが藤沢
さつきさんの脂肪カーリングになるとはという。今ので完全に思い出しました。した同じ場所じゃないの軽井沢もしかしたら。ねそうかもしれない。軽井沢だから、うん、アイスパーク、うん、アイスパークが一緒だ。同じだ。ガラス工芸を兄貴と一緒に、はい、作って、はい、俺が全然できなくて、うん、兄がすごいうまかったのにすごいなんか子供の頃の、はい、なんか俺ができなくて兄ができる劣等感を思い出して兄器用だなって思ったの。いくつになってもそうなんだねやっぱね。思った。お兄ちゃんに勝てない、勝てないなと思ってすごいなあんな上手なのよ意外に、ね、うん、器用なんだよ、うん、それそうだねやっぱり。アイスパーク同じとこでしたね。そうなあ、そう滑る練習しなかったんだじゃあ。まあ、やっぱロケだからね。そうだね。佐賀以外で兄貴とロケすることってあるんだね。ね。ね。佐賀じゃなかったんだ。軽井沢でやった。毎年やってるんだよ佐賀で、はい、花輪兄弟のなんか旅みたいなやつ。はい、それだと思ってたけどね。うん、軽井沢だった。調べてくれてありがとうございます。はい、ウシアンプレコさん。はい、ウシアンプレコさんね。今日あのラジオショー捜査一課というメールが来てますけどもね。はい、春休みお疲れ様でした。慎吾さんさんから。慎吾さん、ありがとうございます。ピンチヒッターウィーク堪能しましたよ。でもでもロケット弾を堅くなにピンチヒッターにしないのは軽い犯罪じゃないですか。高田先生も含めて裁かれるべきではという。どういうことですか。どういうことですか。高田先生も裁かれるべきなの。漫才協会のね、やっぱ同じね、はい、もう仲間ですから。でもロケット団も一回やりましたよね。あのピンチヒッターの夏休みだったか、うん、なっちゃんと一緒に、うん、ね、やってた時もありましたけど。まあ、漫才協会の幹部ですから。そうですね。あ、うん、そうだね。それは軽い犯罪になるんですかね。どう思いますかこれは。リーガルチェックしてもらいます。リーガルチェックして対象としてはどうしたらよかったかって、ね、難しいよね、ね、でもなんかピンチヒッターお願いしますとか言ったっけ一回でもね。言ってないよね。言ってないんだったら別に犯罪にはならないと思うんですけども。はい、古いカメラ壊れたカメラいくらになるか気になりませんか。カメラの北村ならどんなカメラでも高く買い取ります。さらに時計ブランド品も少量でも無料で査定に伺います。お電話は 0120-157-999-157-999。 出張買取はカメラの北村。ベリーベスト法律事務所よりアスベスト石綿を吸い中皮腫、肺がん、赤面肺、微慢性胸膜飛行と診断された方へ。ご存知ですか。建設現場や工場でアスベスト石綿を吸い健康被害を受けた方は国から最大1300万円の救済の可能性があります。労災保険を受けた方、石綿健康被害救済法の給付を受けた方は対象の可能性が高いです。また対象者が亡くなっている場合は遺族の方が対象です。まずはあなたがいくらもらえるのか無料でご確認を。お電話は 0120-70-7000 番、 70-7000 番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。ザ・ラジオショー2時です。時刻はお昼の2時になりました。改めましてナイツの土屋信之です。花輪信之です。平野ノラです。さあまずは2時の天気予報です。ノラちゃんお願いします。はい、お片付け天気予報をお届けします。現在千代田区有楽町日本放送の屋上の時計は 16.3 度を指しています。横浜で桜が開花しました。ただ関東は大気の状態が不安定です。大気の状態が不安定です。雲の間から日が差すことはありますが、ところどころで雨や雷雨になるでしょう。急な強い雨や落雷、突風にご注意ください。最高気温は東京都心は19度、埼玉は20度、横浜は17度、千葉は18度の予想です。夏のような暑さだった昨日と比べると9度前後低いですが、平年より高いでしょう。明日はだいたい晴れそうです。ここでですね、片付けのプロ平野ノラがですね、お片付け情報をちょっと、はい、知りたいな。いやいやいや、最近何を片付けたかという、この1週間何を片付けたというのをちょっと私、はい、ただ知りたいな。いいですか。ですね、昨日書類整理しましたところ、うん、クリアファイルが23枚出てきました。あ、クリアファイル俺すっごい捨てられないんだ。いっぱいある。ありますよね。いただいたマネージャーからもらう資料とか、そう、何か入ってますか、ね、何かに使えるかなっていうのもちょっとあって、ありますよね。なかなか捨てづらい。はい、これを処分いたしました。23枚でしたね。あ、やっぱある、はい、そうなんだよね。捨てれないね。捨てれない。月刊ジャイアンツ毎回クリアファイルついてくるんだよ選手。あ、そうだよ、はい、
何に使おうかな毎回月間で毎回ついてくる毎月じゃもらえてくる毎月だからもうすっごい量溜まってるんだけどね、すごいですね。何に使うんだろうこれ。かぶらないんですかね選手。いやかぶるよそれはもう1年に2回ぐらい坂本がそうですよね人気だからね、すごい巨人ファンのね、はい、子供たちとかにあげようかなとか、うんうんうん、あいいですね思ってて、はい、うん、この前なんかいつも言ってるね、あの床屋さんの息子さんが巨人ファンだからあげたらもうね、はい、二十何歳とかなってまだ俺の中で6歳ぐらいのイメージだね。なるほど早いからね、人んちの子供早いから早いですね、成長が、はい、さあということで、この後は小竹正義感さんが登場です。相続税の申告を後回ししている方へご注意ください。申告期限が過ぎると特典が受けられないことがあります。まずは無料であなたの相続税をご確認ください。お電話は 0120-400-800-400-800 東京税理士会所属税理士法人48。日本放送が FM でも聞けるって知ってますか。周波数は FM93MHz。FM ならビルやマンションでも受信しやすく、雑音の少ないクリアな音で聞くことができておすすめです。トライ FM93。 ぜひ FM93 で日本放送をお楽しみください。お聞きの番組は FM93 AM1242 ラジオで聞いてもラジコで聞いても日本放送です。月曜日から木曜日はナイツ、金曜日は中川家、土曜日はサンドイッチマン。中央事務所よりお知らせです。クレジットカードのお支払い時、払いすぎていた利息が返金されるようになりました。現金を受け取るには確認が必要です。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。無料の確認ダイヤル 0120-10-10-10-10-10-10 にお電話を。 Welcome to the radio show。お待たせしました、ザ・ゲストショー。まずは今日のゲストに挨拶代わりのネタを披露してもらいましょう。どうぞ。どうも、現役弁護士の小竹正義感です。お願いします。今日はですね、あのあるなしクイズを作ってきたので、ちょっとまあね、説明しながらね、あのちょっと皆さんに一緒に考えていただきたいということで、うん、まあ例題なんですけども、あるなしクイズ、まあルール説明ですね、うんうん、まあ、春雨にあって白滝にない、うん、ドーナツにあってケーキにないみたいな並んでるんですけど、うんうんうん、まあこういうの大体もあるの共通点に着目すれば答えが分かるようになってます。で、あるのグループ読み上げると、春雨、ドーナツ、空き缶、富裕層なんですけど、これはまあ答えとしては、あるの方には全員ね、春夏秋冬が隠れてる。春雨、ドーナツ、空き缶、富裕層。あるのグループに着目して見ていってください。いきます。では、あるなし。まず沢尻エリカにあって北川景子にない、うん、酒井紀子にあって山口百恵、ね、ピエール滝にあって石野卓球にない、相川七瀬にあって大黒摩季にないということで、ね、なんなんだ、あれおかしいし、はい、うん、これ、うん、まあ簡単なんですけどね、うん、これあのあるのグループの人たち、うん、ね、全員ね、あの、三髄編がね、入ってるんだよ。あ、おかしいなと、卓球さんもなしになるのはおかしいなと思ったんだよ。そう、卓球さんもなしじゃないか。はい、そうなんだ。そうなんですよ。三髄がついてる。そこじゃないか。三髄が。相川七瀬やってない。相川七瀬は何もやってない。そうなんです。他にも、宮迫博之さんにあって、蛍原さんにない。ららら、木村拓宏、あの、天使の木村さんにあって、相方の向井さんにない。はいはい、あ、名前変わったね。で、論文亮さんにあって、淳、はい、さんにない。そうで、内間、前田さん、スリムクラブの二人にあって、かまいたちの。完全にそうじゃん。この、ね、闇営業のやつ。これ、まあ、ヒントとしてね、うん、あの、まあ、皆さん、何かとつながりがあるという。だって、もうそれダメでしょ。生放送だよ。はい、生放送だから。正解はですね、あるのグループの人たちは全員、うん、あの、しりとりになってるんですね。え、宮迫、博之、木村拓宏、論文亮、内間、本当だ、前田。木村拓宏って言うんだ。そうです。何でもいいわ。木村拓宏。ラスト、ラストいきますね。木村拓宏さん。三河健一にあって小林幸子にない。うん、はい、羽賀健二にあって相川翔にない。
三原淳子にあって蓮舫に。あ、1、2、3。中村七之助にあって片岡愛之助。数字が来た。数字。あ、数字。健一、健二、三原七之助。はい。残念、これ、アルノグループは全員ですね、逮捕歴が。おいはい。アルノグループたちで逮捕歴がある。ということでした。以上、小竹正義感でした。ありがとうございます。小竹正義感さん、じゃあお座りください。ねえ、面白いな。これもうどうしても花輪さんに見せたかったというか。いやもう大好きこういうの。はい。これはもうできた時から、いつかこれ、ナイツのお二人の前でやりたいなと思ってたネタなんですよ。俺とカジさんがね、カジさんが大好きだから。いや、まあ、カジさんも。そうそう。カジさんがね。ありがとうございます。ということでね。はい。やっぱりミスター梅助、憧れて入ったの？いや、違います。いねえだ。そんなわけないだろ。そんな、存じ上げてなくて、ミスター梅助さんのこと。昔いたんだよね、法律の中で。はい、ね。養成所入ってからすごい言われました、講師の先生。やっぱり。ミスター梅助っていう人がいて、みたいな。法律漫談といえばで。言われました。あの人は本当の弁護士じゃない。は、ずっと受け続けてたけど、試験受かんなかった。受かんなかった。そうなんですよ。僕一回、伊集院さんと番組ご一緒したときに、僕、弁護士で唯一芸人やってるみたいな話したときに、裏で、その伊集院さんに、ミスター梅助さんっていう人がいるから、間違いだよってすごい怒られたんですよ。でも、僕はミスター梅助さん弁護士じゃないって分かってたんですけど、いや、あの人司法試験受かってないですよって言いづらくて、なんか感じ悪いじゃないですか。だから、あ、そうですか、すいませんって、その時は伊集院さんに謝ったんですけど。だみんななんかちょっと梅助さんはまあそうそうですよ、弁護士になってるって勝手に思ってイメージでね、イメージはあったかもしれない、されることが本物で、弁護士だもんね、で弁護士に先になってそっから芸人に、うん、そうですね、弁護士3年ぐらいやってから芸人を同時並行でやりだしたっていう、これだからなんで芸人になったの、なんか僕もともとすごい笑い好きだったんですよ、うん、もう中学ぐらい小学校ぐらいからずっと笑い好きで、うんうん、で芸人にずっと憧れてたんですけど、うん、なんか憧れすぎて、うん、なんか、目指すのもなんかおこがましいというか、高校生の時なんか学園祭でネタやったりしてたんですよ。けど、なんか弁護士になってからもお笑いが僕あまりにも好きすぎて、その時に付き合ってた彼女に、そんなに好きなら、もうやってみればって言われて、まあ今、奥さんなんですけど、今の。で、もう養成所にその場で申し込んだっていう。弁護士になってから、でも奥さんがやってみなって。そうなんです。はい。やってみなって言われて。でも、これ、後々分かったことなんですけど、うん、奥さんは、めちゃくちゃ昔からお笑い好きで、うん、ね、M1 の予選とか見に行ってたんですよ、うんうん、高校生というか、で、芸人と結婚するのが夢やったらしいんですよ。はい。だから、ややこしいね。事後的にこいつ芸人にすれば、夢が叶うっていうことで。いや、弁護士と結婚できただけでもすごい。奥さんも弁護士なんですよ。奥さんもすごい、はい。奥さんも同期の弁護士なんですよ。それもすごいな、ね。面白いね。二人で受かって、そうです。で、彼氏を芸人にしたいと。そう。はい、相当奥さんもおかしいね。そう普通にだってね、はい。まあでも応援してくれてるんでありがたいですけど。はい。もし受かったら、ね。さ、今なんかやっぱりね、多分、会うとさ、必ずこう芸人にさ、いろいろ聞かれるでしょ。今、例えば今だったらさ、我が家の矢田部さん大丈夫ですか？それじゃないじゃないですか。今芸人それの話題してる人いない聞かれたいこと一度もないです。あ、ないよ、矢田部さんが。一度もないです。最後してるか分かんないけども。そういうのももうなんか聞かれ。あ、でもすごい今やっぱニュースとかのことをすごい聞かれますし、普通にまあ相談とかして、ね、方もいるんで。で、その、仕事でもさ、それやっぱ、例えば、そのなんか、ニュース番組とか、ワイドショーとかに、弁護士さん、いますね。呼ばれて、コメンテーターみたいにやってるじゃん。はい。ああいうのとかはやらないの？ああいうのは、ちょっとあんまり、なんか、やりたくないというとちょっとあれですけど、なんかちょっと僕としては違うかなと思って、として、お笑いやりたくてやってるってっていうことで。ネタとかそういうのをやりたいな。なるほどね。でも、こう、法律があるからね、ジャッジメントできる人だもんね。一応その、まあ、これはダメですって言える人だから。まあ、一般的なことなら答えれますけどっていうぐらいで。いや、めちゃくちゃだから、あるだろうね。俺たちが普通にやってても、これはダメですよっていうこととかさ、あるだろうね。ある昔の漫才協会の師匠とか、なんか楽屋でなんか、飛ばくとやつだ。ダメだろ、それは。本当に言いますか？小竹君、それは聞かなくてよ。ダメです。はい。鳥羽君はダメです。豊川の楽屋だけ OK です。違い保険じゃないんで、豊川の楽屋。あ、違い保険じゃないです。一応日本の法律適用されるんで。もダメですよ。豊川の中も日本の法律が。当たり前じゃないですか。日本の敷地内で。わかるよね、それ。はい。
そうです。はい、で、YouTube でね、はい、やってる、R1 とか M1 とか、やっぱネタの賞レースがあると、はい、必ず終わった後、小竹正義館 YouTube に上げて、はい、その賞レースのネタを、リーガルチェック、はい、していただいて、土屋さんが見ていただいて、僕大好きで、はい、よく見てますけど、ね。町浦ピンク偽証罪ですか、マジで。そうですね。町浦ピンクさんは、僕は YouTube の中では、やっぱり嘘をついて、テレビに出てるんで、詐欺罪ということにしたんですけど、はい。やっぱ、嘘ついてお金もらってるんで、あの人、やっぱり。はい。よくよく考えたら、ね。そっか。はい。あれも詐欺罪になるんですよ。はい。嘘ついて、みんな本当だと思ってね、見てるんで、やっぱり。思ってねえよ。思ってねえよ、誰も。怖いんだけど、じゃあ俺はまだ大丈夫なの花輪さんどうなのかね、そういう言い間違い。あれはもう間違いない、ね。過失なんでね。過失か。で詐欺罪は起こらない。そっか、過失だからいいのか。今は恋でやってるんで。ダメなんですよ。俺だって恋でやってる。うっかり、恥ずかしい。うっかりですね。恥ずかしい。うっかりが過ぎてはなってるってことです。うっかりって言われると恥ずかしいんだなと。うっかりって言われると。計算してやってるんだけど。あ、そう。あれがね、だその、毎回その芸人さんのネタを、まず、めちゃくちゃ褒めるのよ。うん、それすごい、この子、本当にお笑いが好きなんだなっていう。あの、本当に、芸人さんたち尊敬して、リスペクトしてるなっていうので、散々褒めた後に、結局、有罪に持ってくっていう。全員のネタを。褒め5、有罪1ぐらいの割合で。ほぼ、ほぼ全有罪にしてやってる。ほとんど褒めてんだけど、その動画は。ね、そうなんですよ。もう 80% 褒めてるんですよ。あれを見るのが、もう俺大好きで。あれを見ないとやっぱ賞レースが終わらない。ああ、もう本当そう言っていただけるだけ。逆にもうその町浦ピンクとかが普通に R1 見てて出てきた時に、はい、あもうこれは小竹やるなって思った。小竹が浮かぶからね。小竹どう裁くのかなが浮かんじゃうぐらい。もうツイッターとかでも、まあ X でもそうなんですけど、うん、きっとここは小竹はこういう風に言うぜって言ってくるだろうみたいな予想屋がいっぱいいるんですよ。で僕はそれをこう、かいくぐって、こう、別のところで違うところね。リーガルチェックの予想屋がいるぐらい。予想屋がいるんです。一番黒の人は誰だったの最近で。最近はおまっちさんです、ね。いや、普通に言うとダメだろ。まだ平和のネタ。いや、おまっちさんが、カゲットで、ガチ違法をしてたんで。ガチ違法で、配信ダメだよ。止まって。リーガルチェック関係ない。僕がチェックする前に配信止まっちゃって。で、あれは、リーガルチェックの動画は、それがニュースが出る前にやったんだよね。前に撮ってたんで、うん、その部分追加で撮影して。そこはある程度弁護して、むしろ。むしろね。はい、むしろ。お前さんはある程度弁護した上で動画出してました。ダメはダメだけれども。規約違反がね、ちょっとあったということで。そう。だから、ドラマとかもやっぱそういう、あるの。リーガルチェックしてんの。ドラマチェックしたことないですね。ドラマなんかもうめちゃあるんじゃないの、リーガルチェック。あ、でも確かにあるかもしれないです。まあね、普通に弁護士とか警察のドラマとかもいっぱいあるし。弁護士ドラマとかもね、いっぱいありますもんね。犯罪とかを題材にしてるのもあるけれども、やっぱお笑いが好きなんだ。そうですね。お笑い好きなんで。はい、そんなでもほとんどが黒になっちゃってさ、はい、名前言っただけでも本当ダメみたいなの？あ、まあ名前も出し方によるんじゃないですか、ね。俺たちもよく名前、めちゃくちゃ名前出しちゃうんだけど。芸人ってやっぱり名前出すじゃん。はいはい。まあ、てか、モノマネ芸人さんなんでまさにそうじゃん。はいはい。ダメなのやっぱもう名前出す。あ、やっぱ、うん、出し方によってやっぱ侮辱罪とか。侮辱罪やっぱ、罪状を言われるとやっぱ怖いね、やっぱね。そうだよね。名前にやっぱ強さがあるね、やっぱね。侮辱罪か、そうか。みんなそのせいでなんか、だんだんできなくなってきてるからね。その、小竹とかじゃなくて、コンプライアンスが。まあ、実際にね、実際に厳しくなっていく。そうだよね。そういう中でもやっぱこう、ちゃんと法律でね、裁いてくれるから。今、現在も弁護士やって、案件も今抱えたりしてる。はい、まあ、数は少ないですけど、実際裁判所行ったりもしてます。でもあんま言えないんだ、その、個人情報だから、そういうの。まあ、具体的なのは言えないですけど、まあでも一般的に、普通の刑事事件とかもやってますし、民事だと、まあ、交通事故とか、離婚とか、相続とか、まあ、そんなやったりしてます。そういうのもあるんだ。はいはい。離婚もされるんですね。はい、離婚も。めちゃくちゃ忙しいんじゃないの？そういう時、どういうふうに？いや、でも、もう弁護士の仕事めちゃくちゃ減ってるんで、僕今。うん。あ、そう。やっぱこんなテレビでお笑いやってるやつに依頼したくないじゃないですか。片手間で。やっぱ依頼者としては人生かかってるからね。ちゃんとした弁護士いっぱいいるんで、世の中。そうだよね。そうなんですよ。剥奪されることはないですよ、でも。いや、一応それは気をつけてやってるんですけど、やっぱ品位を害すると懲戒請求されることあるんで。そうなんだ。はい、そうなんだ。そうです、そうです。得意分野とかあるんですか？得意分野、僕が結構広く、まあ、いわゆる町弁って言われる、何でも受ける。
一般市民の方の相談をたくさん受けるんで、あんまりなんか細かく特化してるとかないですね。あ、要するに、ね、債務整理とか、はい、ういうなんか一個をたくさんやってるとかじゃないんで。その芸人とかがさ、そのライブとか知り合いになって、はい、あの弁護士やってよとかって芸人頼まれることとかもない。でも、うん、頼まれることあるんですけど、僕はもう事務所に所属してすぐに社長に呼び出されて、うんうんうん、芸人からの相談は絶対受けるなって言われてて、依頼を受けるなって、そう空業さされてるんで、やっぱなんかね、失敗することもあるんで。なるほどね。事務所の方針で、はい、そこ最初に言われましたね。なるほど、しっかりしてる。会社もだからね、びっくりしたでしょ、はい、こんな初めなんでオーディション来たんですかみたいな。ああ、でもそう、でも渡辺って結構やっぱいろんな方、それナレプロに入った理由はあるんですか。いや、まあ、最初養成所いっぱいあったんですけど、はい、その社会人コースっていうのが渡辺あって、もう週末1日行くだけで1年間で卒業できますっていうのが、そういうコースがあるんだ。渡辺だけだったんですよ、それがあるのが。それで、あ、ここ一番通いやすいなと思って行きました。今何ライブとかも、あ、ライブも出てます、はい。事務所ライブとか、普通の下北とか新宿のライブも出たりしてます、はい、すごい ね、 ね。でも弁護士の方でも働いてて、はい、どっちの方があれ、でも時間は、うん、あ、収入は弁護士の方が多いですけど、うん、時間は今お笑いの方が多くなってきました。あ、はい、やっぱりそうなんだ。もうあの、はい、一件のやっぱり金額は違うんだ、やっぱりね、弁護士は。あ、まあまあそうですね。はいはいはい。あ、それ勤めてるんですか、フリーでやご自身で。僕一人の事務所にしてます。最初は弁護士何人かいるところにいたんですけど、はい、お笑いちょっと本格的になりそうだなってことで、うん、もうそこはやめて一人になりました。うん、もうだから弁護士じゃないネタとかもあるんでしょ、はい、普通のネタとか。普通の最近はでも作ってないですね。最初の頃は作ったりしてましたけど、最初漫才してたんですよ僕。あ、3年ぐらいいたんだ。はい、相方いました、3年ぐらい。そういう時は弁護士、弁護士のネタもやってましたし、うん、関係ないネタとかもやったりしてました。はい、相方弁護士じゃないでしょ。相方はもう古着屋の店長でしたね。店長と、はい、古着屋の店長。なんか噛み合わなそうだね。わかんないけど。そうですね。そうなんだ。これでも離婚とかもあれでしょ、はい、本当よくドラマ見ててもさ、はい、浮気現場とかさ、はい、徹底的にないとさ、難しいんでしょ。あの鈴木治さんのドラマで、あの鈴木治さんのさ、篠田麻里子の ねセックスしてるとカメラに撮んないから。そこまでなくても大丈夫です。そこまでなくても大丈夫です。しなきゃ前歯折ってでも撮らなきゃいけないんじゃないの。そんなにあの直なダイレクトな証拠なかなかないんで、うん、LINE のやり取りとか、うん、まあどっか泊まった領収書とかそんなんが多いです、ね。あ、それででもあの浮気は立証して、そうですね、はい、大体裁判で有利になれる。なる、まあ、LINE のやり取りとか最近多いかもしれないですよね。へ、鼻くそ飛ばした写真とかはどうですか。鼻くそ飛ばした写真、旦那が鼻くそ飛ばして、旦那が鼻くそ、証拠と、証拠写真になりますか、それ。離婚の、浮気のですか。離婚です。離婚の、はい、あ、飛ばされた離婚理由として鼻くそをこう飛ばしたり、布団にこうやっていっぱいくっつけた、集めたりとか、そういう、まあでもそのやっぱ頻度とか、あの期間にもよるんで、それはもうすごい数で、やっぱ生活ままならないぐらいになれば、もしかしたら一生できるかもしれない。ある程度ね、なるかもしれないですけど、まあ普通はなかなか難しいですけど、ね。そっか。離婚って結構ハードル高いんで。そうだよね。実際裁判するときに。そうみたいだね。はい。裁判の時ね。そうですね。あ、大変だよね。メール来てますね。はい、ラジオネーム宮戸川さんです、うん、はい。夫婦間の問題です、はい。妻が留守の間に夫が張り切って草むしりをしました。はい、その際、まぬけな夫は妻が生えていた、植えていた、うん、植物を雑草と間違えて抜いてしまいました。こちらの場合、夫に課せられる最大の罪はどの程度でしょうか。あ、まあ、まあ、まあ、器物損壊にはなると思うんですが。器物損壊になるんですか。器物損壊か。器物損壊にはなると思うんですけども、ただまあね、実際にはまあ起訴とかされるレベルではさすがにね、良かれと思ってですよ、良かれと思って抜いたんですよ。しかもね、あ、そうか、故意じゃないんです。故意じゃないんですよ。その前からちょっとやっぱそこの駐車場のところが、はいはいはい、邪魔だなって思ってたから、そうですね、まあ、やっとこうと。いや、なかなか刑事事件には、犯罪にはならないでしょ。ああ、よかった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 、セーフセーフ、よかった、はいはい、俺ずっと気になってたから。できれば犯罪にしてほしかった。さすがに公平に
そうなんです、ね、これ僕が、はい、そうなんです、ね、妻に触れ合って怒られたっていう話を、じゃあもうちょっと犯罪にする方向で持っていかなくていいですか。 CM 交通情報後半は水原一さんについてお伺いします。クレジットカードキャッシングの過払い金はもう時効で取り戻せないと思っていませんか？実は時効でも返金に応じるカード会社が何社もあるんです。あなたの過払い金も間に合うかも。無料でご確認を。0120-10-10-10-10-10-10の中央事務所へ。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。ここで日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの前田さん、お願いします。はい、都内の一般道路は目白通りが練馬区高野台2丁目でトラックと自転車の事故のため下りは2車線が規制されていて2キロの渋滞、上りは1キロ半渋滞しています。高速道路は関越道の上りが鶴ヶ島インター付近で事故のため5キロ渋滞しています。東関東道の上りは酒々井パーキングエリア付近に落下物があるため1キロの渋滞です。首都高速道路は羽田線の下りの昭和島ジャンクションで乗用車の事故のため鈴ヶ森まで3キロの渋滞、横羽線の上りは浜川崎に故障車が止まっているため塩入りまで4キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの前田でした。前田さん、ありがとうございました。次の日本放送交通情報は辛坊治郎ズームそこまで言うかの中で3時56分頃お届けします。山、斜面地を売るならTR コーポレーション。管理が大変で困った土地を売るなら TR コーポレーション。不動産売るなら TR コーポレーション。横浜で開発、造成20年の信頼と実績。拓亮建設グループ。TR コーポレーション。で、今すぐ検索。ゲストは小滝正義官さん、うん、引き続きお願いいたします、このね、ライミンさん、はい、飲食店を営んでおります。初めてのお客様からおすすめは何ですかと言われた時、うん、早く消費したい食材のメニューをおすすめしたことがあります。これはギルティーですか？ちなみに同業者に聞くと、シェフのおすすめセットとか、シェフの気まぐれサラダとか、大体その構図だと思われます。なるほどね。なるほど。まあ本当は違うけれど、はい、それを隠して、うん、嘘のメニューを教えた、うん、でより利益の出るものとかね、消費したいとか、はい、詐欺罪。詐欺罪、ね、厳しいな。厳しい、ね、でもおすすめなんですか？それがおすすめだって言えば、別にね、まあまあ実際はね、実際はまあ大丈夫でしょうけどね。やっぱね、ちょっと頼む側もまあ、あの大体半分ぐらいそう分かってるよね。そういうもんじゃないかっていう。そうだよね。おすすめの、うん、純粋に僕は言っちゃいますけどね。本当に一番おいしいもの出てくると思って言っちゃいますけどね。そうか、そうなんだ、はい、メールいっぱい来てます、はい、来てますね、うん、ブサイクルショップさんです、うん、知り合いがパートをしているデパ地下の惣菜屋なんですが、うん、店長がズボラで裏の事務所に無造作に履歴書など個人情報を投げっぱなしで困ってると言ってました。これは個人情報保護法違反ではありませんか、うんうんうん、あー、なるほど。どうですか？これちょっとまあ非常に難しい。僕はどこまで正確なことを知ってるかわからないですけど、うん、確かにあの危険ですね、個人情報ね。まあ、まあ知り合いのパートしてデパ地下の、はい、そうですね、確かにちょっとリスクあるかもしれないですね。かもしれないですね。なんかこう面接とかで受け取った履歴書っていうのはちゃんと保管しておかない、ね、管理しておかないと、はい、漏れちゃうとね、トラブルになりますもんね、はい、不法行為とかね、そういうことも絡みでもね、個人情報保護法だけではなくてね、はい、確かに危ないですね。そうだね、はい、それ良くない、普通に良くない、普通に良くないですね、うん、死刑ということで。あの本当の弁護士だからボケれないのよ、それ。死刑死刑とかって、はい、塩梅が僕またあんまり分からなくて、これ舞台上とかで言っちゃうんですよ。難しいよね、本物だからね。思ったより慣れないな。
これ難しいね。確か本物だから、本物だから嘘言えないもんね。ボケれないもんね。本当のやつが来ちゃうと。本当のやつがまたなんかね。土屋さんぐらいのがちょうどよかった。そうかもしれないわ。これ確かに。ちょうどだよね。ちょうどいいやつなんかある？ちょうどいいやつありますね。前々から思ってたんですが、ラジオショーのオープニングで何かきっかけがあると、ラジオショーでも展示会、運動会、バスツアーやるなどと言いますが、全く実現していません。毎回楽しみにしているのに、これ、やるやる詐欺ではありませんか、うん、っていう。ああ、うさぎです。やるやる詐欺。はい、これはもう詐欺罪なんで死刑ですね。はい、全員ですね。無理やり。全員、関わって全員。本人になったからって。急に強気に出るのやめなさい。こちらには言えるっていうね。全員ね。死刑は言えるんで。全員死刑。なるほどね。水原一平さん。何が聞きたいんだ。何が聞きたいんだ。水原一平さんはね、まあ本当に、あれ、まあ窃盗というか、横領なのかもしれないですね。ああ、そうか。管理してたとしたらね。口座とか管理してた。そうですよね。そこから勝手に振り込んでたっていう。まあ横領とかになるかもしれないですね。ねえ。はい。そういうネタないの？そういう。水原さん。あ、まだ水原さんネタ作ってないですね。ネタ作ってないんだ。奥さんはもうでもアメリカもうあれなんでしょ？もうペラペラなんでしょ？英語ね。英語はそうですね、奥さん。はい、アメリカで働いてる。アメリカで働いてるんだ。はい。すごい。じゃあお子さんもペラペラですか？そうですね、子供もすごい喋りますね。すごいね。なんか本当これからのね、新しいタイプのお笑い芸人。そうですね、お父さんもね。弁護士夫婦ってさ、すごいよ。どうすんの？例えば喧嘩とかさ、した時に、あ、これはなんだろう、ついつい感情的になってさ、言い過ぎちゃうと、後々問題になったりするわけでしょ。弁護士夫婦の方が、多分喧嘩ってすごいスムーズに終わると思うんです。喧嘩がスムーズに終わる。最初に、事実と感情論を分けるんですよ、二人で。喧嘩した時に。そういうことだよ、面白い。事実と感情論。事実とその感情の部分を、まず区別した上で、分けて整理して話すんですよ。やっぱりその、例えば靴下で置きっぱなしだって言って、奥さん怒って、旦那さんがその言い方が悪いとか言って怒るじゃないですか。で、その靴下置きっぱなしにしてたという事実について、これはいいことか悪いことか、の話と、その奥さんの言い方が悪い。これも感情の部分じゃないですか。これが噛み合ってない夫婦が多くて。確かに。うちだ。うちだ。僕はそれを一回整理するんですよ。これは事実の話。これは感情で嫌な部分の話。それぞれちゃんと解決する。みたいな。はあ、なるほど。論点整理してから。これだ。すごいですね。ただ、話せる相手だからいいけどね。そうだね。いや、俺、それ言い始めたらより怒ると思う。事実と感情をとかって言ったらうるせえってなる。論点が何なのかうちは理解しないと思います。そうそう、感情で怒ってるとかを理解してあげた方がむしろ。なるほど。こっちはそれを先に謝ったりもできますから。なるほど。そういう、なんだろうね、法律的な観点っていうの？そういう。いや、でも、やっぱりでも人間だからさ、その感情の方が突っ走って、言い過ぎちゃったり。紛争の相談を受けるんで、やっぱ整理するときに、これは感情部分でとか、やっぱ、なんとなく頭の中で整理するじゃないですか。仲介する立場としては。そっか。はい。それでなんかそういう癖がついてるのかもしれない。自分のことでもそうやって冷静になれるんだ。はい。そこにだから面白いとかないもんね。面白いとかないもんね。分けるときにね。はい。俺もなんか小盆栓をおしぼり投げたときに面白いなって思ったんだけど。そうないもんね。そうだね。あ、そうですね。面白いから許すっていうのは。投げたらそれは暴行罪だしとかね。法律にないもんね。面白いから許すとかはないもんね。ない、ない。そうだよ。面白いっていう感情がないんだよな。やっぱ法律って。はい、そこはね。すごいなんかドライだよね。面白いから OK ってなっちゃダメだよな、それって。感情でこうだから、はい、って言われてさ。でも、面白いから OK って何でもなったら、それはそれで、それはそれで大変ですよ。うん、それはダメですよね。それは冷静に。そうですか。そういうの多いんだじゃん、夫婦喧嘩とか。やっぱそう、噛み合ってないとこが多いんじゃないかと思います。なるほど。はい。ああ、そういう。面白いね。わかりました。それではここからコーナー行きましょう。今日のスポットナイツ。はい。さあ、まだお話ししていない、なんかお話ありますか？気になる話題が。僕は漫才協会、すごい興味あって、浅草でネタやったこととかもあるんですよ。東洋館とかで出させてもらったことがあって。なんか、僕はあんまり若いお客さんとかよりも、東洋館とかの方が相性いいんじゃないかって勝手に思ってて、ね、なんかそういうのとかできるのかな、漫才協会せっかくなんで、へえ、素晴らしい人材が。お聞きできたピンで漫才協会に入れるのかっていうことで、そうなんですよ、ピンなんでどうなんだろうなっていう。いや、これは
入れないと思います。なんでですか？めちゃくちゃ規約をちゃんと読まないと。めちゃくちゃ入れたけど。規約あるんですか？ピンで。規約あるんですか？いや、あります。ピンでめちゃくちゃ入れたんだけどね。あの、花輪兄もそうだし。あ、そうですよね。うん、なんかそういう噂も。まあ、よろしくとめちゃくちゃいるんだけどね。いますよね。うん。それで、ね、ああいうの見てたら自分も入れるのかなって思うよね。はい、思いますけど。うん、これはな何罪になるんですか、これ今入れない、急に今これ入れないって言ったんですけど、もう罪というか僕は本当裁判してでも入ってやるかなって思ってるんですけど面白いね漫才協会入れるかどうか裁判面白いね、なんでこっち絶対入れないみたいになってる、はい、いやもしね漫才協会入ってネタやれるんだってやってもらいたいですけどね、やりたいよ、これ貴重な人材ですし、はい、嬉しい、だから漫才協会なんか本当入ったらさ、はい、ネタの宝の山だと思うよ師匠とか。師匠の、うん。どういう意味だよ。犯罪してるってことみんな犯罪してる人が多いってことなの、それは。みんな犯罪してるでしょ。宝庫って言うと。みんなビクビクしたって。そういうことかなって思っちゃうよ、みんな聞いてて。やめてよ、教会の、なんか、ミス入れたりして。お金の流れとか。どんどん、どんどん、答え流れチェックして。流れ。どんどん摘発されてったら。やばい。幹部を一新して、僕が。やだよ、すごいね、それね。なくなっちゃったり、みんなアウトに。あっちゃんにビビってんだから、俺だって。いつあっちゃんにそう言われるんじゃないかと思ったら。本当だよね。あ、もうぜひぜひ。いや、クマムシも入ったし。そうだね。ニャンコスターさんとかもね。そうだね。ナベプロもね。そうなんですよ。チャンピオンズさんとかね。そうですよ。本当だよ。あのね、チャンピオンズが、あれなのよ、こう入ってくれたはいいんだけど、漫才協会のね、ま、会費とか、あとね、そう請求書をハンコをして送るっていうのを、いつも送れるんだよね、チャンピオンズが。あいつな、あれダメでしょ、あれ。そういうのはダメでしょ、はい。もうそれは規約違反ですもんね。規約違反だよね、あれね。規約あればですけど、まあ。その、そういうのってさ、例えばもう、払わない人は大会にしちゃっても別にこっちは。はい。もうそれはそういうルールにしちゃえばね。しちゃえばいい。はい。チャンピオンズさん首にして、僕が入れば。はい。それはそれで問題ありそうだけどね。そうしましょう。何か。そうだよね。いや、もうぜひ、あの、漫才協会入っていただけるんだったら、入会していただいて。そうだね。で、ちょっといろいろ見てもらいたいね。あの、理事会でもね、なんかこう、ちょっと問題、漫才協会抱える問題とかも、ちょっと相談あります。でも、そしたらまた別料金取られちゃうでしょ、顧問。そうそうですね。それは、まあ、弁護士料。そんな金ないから、協会。発生するか、そうですね。ただ、3ヶ月ね、お茶の、入れたり手伝いがあれ、そういうのあるんですか、そういうのあるんですか、うん、あるけど一応ね、全然それ、まあそれぐらいになる、それもやる、やりますよ、弁護士がお茶出してやりますよ、もちろんもちろんマイク出しはぎしていただいて、そうやりますよ、もちろんいいスーツ着て、レイラちゃんに教えてもらって、そうだ、そうだ、マジックフレッシュ、なんか屈辱じゃない、弁護士今になってさ、マイク出したい、そんなことです、僕だって1年目の時とかやってました、事務所ライブの手伝いとかもしてましたし、若手1年目っていうのは、もう、あの、やっぱり一応ルールとして、あの、賞レース決勝まで行ったりした人は、もう推薦ということで、そういうのしなくてもいいっていうルール、もちろんありますので、もう普通に舞台に立っていただいて、R1 決勝行ってる、R1 決勝行ってますから、そうね。もちろんございます。ありがたいです。即戦力。即戦力でございますんでね。全然そのプライベートの話はしなかったけど、趣味とか何かあるの？あ、趣味、僕、バスケとか好きで、NBA 好きなんですよ。あ、そうなの？はい。NBA とかすごい見てます、ね、バスケやったりするのも好きなの、やるのも好きです、はい、澤部さんとかバスケする先輩いるんで、ハライチの澤部さんとか、花子の岡部さんとか、漫才協会にあの運動部みたいなのあるから、あ、そうなんですか、うん、入ってもらってもいいし、運動部ないか、バスケ部、バスケ部あるよね、バスケ部は知らない、バスケ部あるよ、バスケできる方は誰がいいんだろう、漫才協会バスケ部、え、でなかったけど、なんか全然少ねえの、なんかじゃあ入ってもらおう、本当にバスケですか、ポートボールとかと間違えてないですか、漫才協会だから、漫才協会だから、マイナースポーツ部だから、大丈夫です、マイナースポーツ部もある、マイナースポーツ部もあるから、本当ですか、ぜひね、法律部作って、法律部一人しかいないだろう、さあ、なんかお知らせありますか、あ、お知らせですか、僕、事務所ライブの、毎月事務所ライブありまして、来月、あ、今月ですね、4月20日にウェルという事務所ライブありまして、マルビルホール、東京駅のマルビルホールでやってまして、マストさんとか花子さん、四千頭身さんとか土佐兄弟とか出てる
ものがあるんで、ぜひ。なるほど、人気のね、人ばっかりが、はい、うん、あと YouTube 最近 ね、土屋さん紹介していただきましたけど、うん、あのいろいろあの YouTube 動画上げてるんで、うんうんうん、あの逆転裁判の実況がすごい人気で、あ、なるほど、ゲームね、はい、うん、すごい見ていただいてるんで、ぜひよかったら見てください。面白い、はい、はい、ということで、はい、今日のゲスト小竹正義感さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ベリーベスト法律事務所より B 型肝炎の方へ最大3600万円の給付金制度のお知らせです。次の方は給付の可能性があります。昭和16年から昭和63年生まれの方、小学校で注射を受けた方、一度でも B 型肝炎と言われた方、実はこれらの対象者の約5人に4人が給付を受けていません。特に現在症状のない方と家族を肝臓病で亡くされたご遺族の方は注意が必要です。自分は対象じゃないと思っている方でも給付金を受け取れることが多いので確認はとても大事です。まずはあなたも対象かご確認を。この給付金には請求期限があります。手続きをしないと損ですよ。前から気になっていたは今日で終わりにしましょう。お電話は 0120-70-7000 番、 70-7000 番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。今お乗りのあなたの愛車、一番高く買い取ってくれる中古車店、わかりますか？知りたいけどすぐにはわからないでしょとお思いの方、実は簡単にわかる方法があるんです。それが車たかし。車たかしは中古車買い取り店の査定額を一気に比べられる便利なサイト。たった1分あなたの車の情報を入力すれば、大手買取店から近くの買取店など最大10社の査定額が無料で届きます。比べてみれば一番高く売れるところがすぐわかる。買取店によってなんと平均18万8000円も買取額に差があるんです。車を高く売りたいなら車たかしで検索。あなたとハッピー、柿山忠です。熊谷美穂です。明日のコメンテーターは経済アナリスト森永康平さん、森永卓郎さんも登場します。ゲストはショーアップナイターの解説を務めるエモヤンこと江本武則さん。2024年のプロ野球優勝を予想します。ハッピーは明日も朝8時から。前島香音アナウンサー、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日の日本放送ラジオリビングは抜群の美味しさと使い勝手がいいということで、うん、ご紹介のたびに大好評いただいてます、はい、一度買ったらリピーターになる方が続出中、うん、北海道産お刺身ホタテ貝柱をご紹介します。美味しい、美味しいですよね。甘みもすごいですからね。超美味しい。でも何がすごいかって、とにかく鮮度が抜群なんですよ、うん、解凍してそのままお刺身で食べることができるということで、うん、今日は皆さんにお刺身で召し上がっていただいてますけど、土屋さんも素敵な、ね、プリプリの、ね、うまい、そうなんです甘み清涼そうなんです。北海道のオホーツク海の深く豊かな海に育てられたホタテを生きたまま運んで、そのまま加工を急速冷凍してますので、本当に新鮮な生ホタテを思う存分堪能することができちゃうんですね、うんうん、で口に入れると、まあ、プリプリですし甘いですしね、濃厚ですよね、美味しい、たまらないんですよ。大きいですね。そう、貝柱でしょこれ。そうなんです。こう想像できないくらいのこう大きさというか、多分皆さんがご想像される貝柱の、まあ、2、3、絶対そうだよ、3倍はあると、ね、ありますよね。あるある。なかなかこう本当にこの大粒っていうのが、あの頬張るって表現がぴったりじゃないですか、ね、なかなかないと思うんですけど、本当に肉厚です、うん、食卓に並ぶだけでぐっとね華やかになりますよ。で嬉しいのが、一粒一粒バラバラに冷凍してますので、いつでも使いたい分だけ取り出せて、使い勝手抜群なんですよ、本当に。でここまで大きくて美味しいホタテってなかなか手に入りませんから、うん、この機会にぜひ一度召し上がってみてください、うん。さあ北海道産お刺身ホタテ貝柱合計1キロ、同じ量をお店で買うと1万8000円近くするんですよ。希少ですからね。リビングではなんと半額を大きく切って消費税込み6980円です、これ
ちゃ安くなるじゃない。そうなんです。一番人気です、朝から。そんなに入ってて。そうなんです。結構もう大きいですよ、袋。うん、でも、さらにお得な倍の2キロセット。うん、こちら消費税込み1万3800円です。ただし、数量限定ですので、お早めにお願いします。うん、お申し込みはフリーダイヤル 0120-1242-86 です。やっぱりまとめ買いがね人気です ね、 ね、本当にお店で食べるような美味しさじゃないですか、ね、舌触りもコクもすごいですけど、キュッとこう引き締まって歯触りもね最高なんです。何にしようかな、これは。どうします、いろいろアレンジできますよ、まあ、お刺身はまずもちろんいいじゃないですか、はい、バター焼き、バター焼きいいですね、フライ、いいや、はい、フライね、あと海鮮サラダ、うん、サラダね、あとパスタ、うん、パスタちょっと豪華なんですけど、グラタンとかシチューとか、あ、いいな、いいですよね、シチューいいな、いいですよね、うん、炒めたりですね、今が菜の花とかも美味しいじゃないですか、美味しいです ね、 ね、最高ですよ、何でも使えます ね、 ね、今メーカーの方に聞いたんですけど、はい、あのバーベキューの時にもう、あ、うわ、いいかも、ね、で焼くのも美味しいんですけど、バーナーで両面をちょっと焼いて、ね、これ持っていくとヒーローになれますから、ヒーロー本当にこれ持ってたら、ね、そうなんですよ、で美味しいだけじゃなくて、バーケーキは美味しいだけじゃなくて、ホタテって栄養も良かれと思って味わいに濃厚なのにカロリーが低いんですよ、美味しいね、で栄養ドリンクなどに入っていることで有名なタウリンですとか、うん、不足しがちな鉄分など、うん、体に嬉しい栄養成分たくさん含まれてるんですよね、うん、賞味期限なんですが、うん、冷凍でおよそ10ヶ月持ちますから、うん、この機会にまとめ買いがいいと思います、はい、美味しいかも、全員食べたらね、これ開けてもいいの、あ、いやダメですよ食べたい、食用じゃない、確かに、ありがとうございます、ね、食用じゃないんだよ、ありがとうございます、ね、いや、おすすめです、本当に、うん、北海道産お刺身ホタテ貝柱ドーンと合計1キロ消費税込み6980円、うん、さらにお得な2キロセットは消費税込み13800円、うん、ただし数量限定です、そうだ、でさらにお得な4キロセットもご用意しています。こちらお電話でお問い合わせください、うん、関東1都6県は送料込み、お届け返品についてはお問い合わせセンターへ、お申し込みはフリーダイヤル0120-1242-86 0120-1242-86 までどうぞ。またラジオリビングのホームページや公式 LINE アカウントからもご注文いただけます。ぜひラジオリビングで検索してください、はい、以上日本放送ラジオリビングでした、はい、熊島加納さんありがとうございましたありがとうございました。だから罪に問われますベリーベスト法律事務所より大切なお知らせです。建設現場や工場でアスベスト、石綿を吸い健康被害を受けた方は国から最大1300万円の救済の可能性があります。対象は大工だけでなく、内装、電気工、吹付工、左官、配管工、解体工、現場監督など。また、アスベストの製造工場のみならず、医薬品、化粧品、プラスチック、ゴム、ガラス、セメント、繊維の工場など。さらに、現場や工場に出入りしていた方、運搬していた方も可能性がありますよ。特に、中皮腫、肺がん、赤面肺、微慢性胸膜飛行と診断された方、または労災保険を受けた方や石綿健康被害救済法の給付を受けた方は対象の可能性が高いです。対象者が亡くなっている場合は遺族の方が対象です。例えばお父さんが建設現場や工場で働いていて肺の病気でお亡くなりの場合、奥様やお子様が賠償金、給付金を受け取れる可能性があります。救済をまだ受けていない方は、大体の職歴と病状が分かれば、いくらもらえるのか、無料で確認できますので、お電話を。0120-70-7000番、70-7000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。おかげさまで開局70周年、笑顔になあれ、日本放送。アズマックスです。黒沢さん、火曜日バリーに日舞パフォーマーの花園直道さんが登場です。芸能生活20周年を記念して来月明治座公演が決定。デヴィ夫人も歌と踊りを披露するんだって。角田信明さんも歌います。豪華なお祭りやるんだね。ビバリーは明日火曜11時半から。直道花園。アスケンプレゼンツ、みんなの明日を健康にしましょう。この時間はカロリー見える化アプリアスケンがお送りします。続いてはこちら、アスケンプレゼンツ、みんなの明日を健康にしましょう。ア
スケンとは健康管理やダイエットのための食生活が手軽に見直せるスマホアプリを使って野良さんに健康になってもらおうという企画です。さあ今週もスタジオにアスケンの栄養士多田彩子さんにお越しいただきました。多田さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。先週あの長野さんでしたけどもね、はい、もう多田さんと長野さんね殴り合いで途中ね全員でしたね。そんなじゃない。本当ですね。ね、あ、なってなかったですね、うん、はい、笑って言うことじゃない、ね、多田さんはね趣味が茶道。あ、そうですか。お茶を立てる、はい、茶道を習ってます。素敵です。なんで習おうと思ったんですか。いや、 やっぱりちょっとなんか 和のものをやりたいなと思っていて、で着物を着てやったりとかもする時もあるんですけど、ちょっとなんかあの非日常が味わえるので楽しいです。興味あるノラちゃんも。興味あります。正座するんでしたっけ。あれ正座します。はい、なんか言うんだよね、はい、2回ぐらい前。何回何回。そうですね、あのそうです、そうです、そういうやり取りをしたりとか、ね、はい、お退屈様でしたとかっていう。お退屈様で、はい、最後全部終わる時はそういう風に言ったりします。あ、そうなの、はい、そんな茶道をやっている野良さんですけど、はい、まずはですね今週も野良さんの食事報告からお願いします。はい、先週の通り1日ですね。朝はカフェオレと、はい、アボガドのトースト、野菜ちょっと乗ってます。でお昼は野菜のトルティーヤとナチョス、チリビーンズ、トマト添えに、うん、トルティーヤチップス、サルサソース添え、うん、そして夕食はお弁当をいただきまして、切り干し大根の煮付けに野菜の炊き合わせにサワラの西京焼き、マカロニサラダにご飯、白ご飯小盛り150という。何のお弁当か分かるわこれで。分かりますか。分かるよ。銀兵衛でしょ。そうです、銀兵衛。お弁当でございますね、これね、夕食は。これ弁当当てくじみたいな。そうですね、うん、まあ、今回野菜をちょっと意識して多めに取ってみました。いいんじゃないのこれ。ね、いいですよね。まあ、すごいアボカドをアピールしてましたよね、トーストの時に。あ、そうなんですよ、ね、ちょっとねおしゃれなカフェの素敵なアボカドトーストだったんで、ここちょっと言わせていただきました。わかりました。あと、はい、はい、お願いします。 分析完了しました。アスキン健康度は73点。1日の摂取カロリー1613キロカロリー。素晴らしいです。よくなった、だいぶ。素晴らしいですね。アスケンアプリの判定、カロリーの量もちょうど良いと出てますけれども。これ本当ですよね。エイプリルフールじゃないですよね。違いますよ。違います。そうですね。はい、すごいバランスよくっていう風になってて、まあ、あの、アスケンに入力すると、そういう、どのくらい食べたかっていうカロリーが計算されるので、はい、あの、わかりやすいですし、あと、ま、その中、カロリーの中身ですよね。タンパク質、脂質、炭水化物とかも、それぞれどのくらい取ってたかなっていうのが、こう、グラフでわかるので、はい、あの、やっぱり、見直ししやすいかと思います、ね。そうですよね。はい、しかも、これ、運動も入力できるんですけど、例えば、子供のお世話ですね。うん、こう着替え風呂、なんですかこれ、立ち、立位とかね、はい、60分すると180キロカロリーのカロリー消費になるんですよ。で今回1時間ですけど、本当はもう毎日ですから、もっと多いわけですよ。本当にずっと立ってね、うん、料理作ってる時だって、そうですよね、カロリー消費してるってことなんですよ。そうか、これは、はい、すごい、ね、野菜を本当多めに取ったんだね。そうなんです。なんかやっぱりね、自然に意識するようになりますね。そうですよね。江ノ上のね、やつ、見てもらえて、北海道の江ノ上のあのやつをアスケンアプリで見てほしいですけどね。5000キロカロリーです。すごい。判定してほしいですよ。0点です。さて、このコーナーでメールが採用された方には、アスケン公式、結局これしか作らない短いレシピ本をプレゼントしています。こちらね、本当美味しそうなレシピいっぱい載ってますけども。すごい作りやすい感じですよね。ありがとうございます。短いレシピって簡単なんだもんね。そう、簡単なの。3ステップで全部できちゃうよっていう。結局こういうのが一番使えるわけですよ。そうなんですよ。それでリピートするんですよね。結局こう簡単の方が。なんか晩酌、自分で作りたくなるこれ、スーパーで、ね、うん、いいですね。さあ、ここでこの本から多田さんになんかクイズを出題していただけるということなんですね。はい、はい、では問題です。はい、俗に3時のおやつというふうにも言いますけれども、はい、おやつを取るのにベストな時間帯は次のうちいつでしょう。1番朝8時から9時、2番昼2時から3時、3番夕方5時から6時、4番夜8時から9時。え、全然わかんない。今一番でしょ、これ一番じゃないですか。早い方がやっぱり朝早い方がいいのか。エネルギーを、一日のエネルギーのをね、一
本当はもうこれ引っ掛けで結局2時から3時だった。あ、なるほど ね、 なるほどね。やっぱりこの時間やっぱお昼とあの晩ご飯の間空くから、ここはちゃんとおやつ糖分取ってた方がいいってことだと。夜の8時から9時だから、これが深夜とかだったら良くないと思うんだけど、うん、8時9時だったらいいんじゃないかな、逆にラストの速報、うん、ラスト、うん、どうなんでしょうか、うん、田田さん正解お願いします。はい、正解は、2番の12時から3時です。おお、結局やっぱそうです、3時もやつがいいんだ。そうなんです。今なんでかというと、まあ、この時間帯にですね、うん、あの、まあ、時計遺伝子っていう人間の体に備わっているものがあるんですけど、うん、はい、それがあの一番脂肪を取り込みやすい、うん、あのものが少なくなるんです。なので脂肪を取り込みにくい時間帯になるということなので、あの間食を取るのであればこの時間帯が一番おすすめですっていう。なんかその3時ぴったしじゃなくてさ、ちょっとずれて4時半ぐらいになっちゃってさ、はい、その後すぐ6時から飯食ってる子供が信じられないと思ってるんですけど、でそれ3時ぴったしじゃなくても2時、はい、3時ぐらいだったらいいってこと。そうですね、はい、そのぐらい、まあ、4時ぐらいまでの時間帯っていうふうにもでも大丈夫なんですけど、まあ、一番低くなるのがその2時3時っていうことで、じゃあ この時間にお昼食べるのはいいんですか。あ、それでもまあ、 あのずれ込んでその時間帯に食べちゃうっていうのでももちろん、はい、なるほどね。すごい、そんな時間帯。あとね、多田さん、これアスケンアプリの写真機能を使ってなんか面白いことができるということなんですか。そうですね、はい、あのアスケンの画像解析の機能は、うん、その食べる前に食事の写真を撮っていただくと、はい、それを解析してこの食事がメニューが何ですっていうことを分析してくれる機能なんですね、うん、なので、まあ、鮭の、塩焼きですね、うん、これは、とか、これは白いご飯ですね、とか、味噌汁ですね、とかっていう風に出てくるので、まあ、登録するときに楽チンっていうものになってます。はい。そうですね。使えそうですよ、はい、これもね、はい。よかったら送ってみてください。はい、さあ、受付メールアドレスは rs@1242.com、懸命にアスケントをつけてください。ということで今週もありがとう、綾子さんありがとうございます。ありがとうございます。来週もよろしくお願いします。はい、お願いします。アスケンプレゼンツ、みんなの明日を健康にしましょうでした。ねえ、健康診断の結果どうだった？あんまり良くなくてさ、メタボ判定出ちゃった。年も年だからね。40歳を過ぎると痩せにくくなるって聞くし。運動してみたら？仕事で疲れてて。じゃあ食事を変えてみる？カロリー管理とかめんどくさそう。そこでカロリー見える化アプリアスケン。どうした急に？スマホで毎日の食事を管理しませんか？使い方は簡単。スマホで食事の写真を撮ったり、市販食品のバーコードを読み込むだけでカロリーが分かって毎日食事へのアドバイスももらえちゃいます。でもお高いんでしょ？なんと無料で始められます。管理栄養士が監修したみんなが使ってるカロリー見える化アプリアスケン、思い立ったら早速無料ダウンロード。ひらがなでアスケンね。アスケンプレゼンツ、みんなの明日を健康にしましょう。この時間はカロリー見える化アプリアスケンがお送りしました。時刻は2時53分です。続いて日本放送ニュースです。ニュースデスク、小永井さんお願いします。はい、お伝えします。働き方改革関連法に基づく残業の上限規制が今日からトラックやバス、タクシーといった自動車運送業や建設業、医師など4つの業種に導入されました。具体的には新たに自動車運送業に年960時間以下などとする残業の上限が導入されます。この規制自体は2019年から多くの業種で導入されていましたが、今回の4つの業種は長時間労働が常態化し早期の導入が難しいと判断され、5年間猶予されていました。林官房長官の記者会見です。働く方々の健康の確保という働き方改革の趣旨について広く国民の皆様に呼びかけるとともに、時間外労働の上限規制が遵守されますように、事業主に対して丁寧に助言や指導を行ってまいります。次に、能登半島地震の発生から今日で3ヶ月となりました。地震で亡くなった人は関連死を含め244人となり、石川県の避難者は先月29日の時点で8109人に上っています。
また珠洲市など5つの市と町およそ7860戸で断水が続いています。その能登半島地震の被災地でも今日から新年度が始まり、このうち105人が犠牲となった輪島市では新たに採用された職員14人が坂口茂輪島市長から辞令を受け取りました。その後職員を代表して松野光さん18歳が早く仕事を覚えて貢献したいと決意を表明しました。朝市や白米千枚田をはじめ輪島の自然や文化のほとんどが被害に遭いました。そのいずれも輪島にとってかけがえのないものであり、長い年月をかけてでも復興していくべきだと思います。そのために少しでも早く仕事を覚え輪島市に貢献していきたいです。こうした中、能登半島地震の被災地でもある富山県の特産で、富山湾の宝石とも呼ばれる白エビの漁が今日解禁されました。水揚げされた射水市の新港漁港では初競りが行われ、威勢の良い声が飛び交いました。新港漁協で理事を務める松本隆さんは、漁大きさも初日にしては上々、能登半島地震があって漁ができるか不安だったが無事に始められてほっとしていると話しました。白エビ漁は夏にピークを迎え11月末まで続くということです。ニュースは以上です。小永井さんありがとうございました。涼子森山コンサートツアーマイストーリー、森山涼子コンサートツアー2024、4月24日ウエスタ川越大ホール、26日カルッツ川崎ホール。チケットのお問い合わせは 03-3355-3553 IS まで。ゲストの感想メール波乗りトマト、はい、小竹さんまさかの漫才協会加入に興味を示しているとは、一番興味がなさそうな人だと思っていたのでびっくりです、ね、漫談家兼顧問弁護士にもなりそうなんですね。本当すごい嬉しい ね、うん、このミスター梅助さん以来の、ね、寄席で、そうだね、うん、マセキ会長が生きてたら喜んでただろうな。あ、そう。ミスター梅助さんの味よくしてたじゃん、マセキ会長が。ミスター梅助はね、一回マセキでね、預かったことあるんだけどね、生放送で、ね、とんでもないこと言って僕クビにしたんだよって。耳にタコができるよ。梅助さんといえばその話だもんね。あ、そうですね。すごいこと、放送禁止を言ったんだよ、ミスター梅助が。生放送。それでね、マセキからね、あいつ、ダメだって言ったんだよそういうのをね、小竹君にさばいてもらいたい、ね、そうだよね、やっぱり。なんかさ、話しててさ、弁護士なんだけど、うん、勝手に警察だと思ったってどうやったらあいつ捕まるんですかみたいなさ、こっちの悪事を見抜かれるんじゃないかっていう、うん、ビクビクしながら話ビクビクしながらさ勝手にね、そう警察ではないですから、警察ではないですね、弁護士じゃないですね、あくまでもね、そういうことですから、ね、いや面白いな、面白いよ ね、でも笑いが好きだっていうのが ね、嬉しいよね、やっぱり浅草でやりたいっていうのも素晴らしいですよ ね、うん、はい、まだまだメールお待ちしております、はい、rs@1242.com です。まもなく3時になります。古いカメラ、壊れたカメラ、いくらになるか気になりませんか？北村ならどんなカメラでも高く買い取ります。さらに時計やブランド品も少量でも無料で査定に伺います。お電話は 0120-157-999 157-999、 出張買取はカメラの北村、高価買取キャンペーン中。ベリーベスト法律事務所よりお知らせです。国は現在集団予防接種により B 型肝炎ウイルスの持続感染者となった方に最大3600万円の給付を行っています。昨年度のお客様への給付金は平均1000万円以上。この給付金ですが請求期限があります。準備期間も必要ですので、今すぐあなたやご家族がいくらもらえるのか無料でご確認を。お電話は 0120-70-7000 番、 70-7000 番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。ずいぶん前に B 型肝炎って言われたっきり何もしていないんだけど、相談できないわよね。いえ、大丈夫ですよ。ザ・ラジオショー3時です。時
刻は3時になりました。ナイツザラジオショーをお送りしております。さあここで天気予報、ノラちゃんから伝えてもらいましょう。はい、現在千代田区有楽町日本放送の屋上温度計は 17.1 度を指してます。関東は日差しが届いていますが、ところどころ通り雨があります。午後2時までの最高気温は東京都心で 19.3 度、横浜 17.1 度、千葉は19度と昨日の暑さは落ち着いています。この後も大気の不安定な状態が続くでしょう。晴れ間はありますが、午後9時頃まで急な雨や雷雨、突風、氷にご注意ください。明日は安定して晴れるでしょう。最高気温は20度ぐらいの、ね、はい、うん、そのためのコーナーですか。やっぱりいっぱいいるんだろう、そういう人はね。いっぱいいますね、いっぱいいるからね、っていうふうにね、してじゃあいいでしょうか。たくさん送られてます。はい、来てます。ラジオネーム仲良くなりたいさんです。はい、掃除して洗濯しても怒られる。この方は男性ですね。男性の方ですね。うん、奥様に怒られるんでしょうね。なるほど、怒られるんですよ。いや、だから逆から言ったら怒ってますよ、私も。うん、掃除もしてくれる時もありますし、洗濯しても怒りますよ、私は。怒る。うん、そんなこと、そこじゃないで怒られないって。してもみたいに言ってる時点で腹立つ。そうそう、そんなことで怒られないと思ってる、この根性。根性。死刑です。はい。勝手に、はい、勝手にギルティーにしないでください。チェックしないでください。いけないいけないいけない。そうですね。そうですね。ね、はい、そうですか。じゃあ続いては、小生さんですね。うん、旦那の愚痴川柳、うん。もういっぱいだ。勝手に入れんな洗濯物。うん、洗濯機が回り始めた時に追加で私の衣類を放り込んだらえらい怒られます。ああそうだね、わかんねえんだよな、あの満パン具合って。でもなんかね、もうすぐ回ると、でも、はい、もうこれだけだから入れてもいいでしょって思うけどね、駆け込み乗車みたいな。やっぱギリギリだったりするんだ。それがでしょう、ね、計算してやってんだよね、この次はこうやろうとか、ね、そうですよ、やっぱり。あとその素材とかにもよりしますね、厚みとかね、ありますよね。ちゃんとこのネットとか入れないもんね。そうだね、入れないよ、入れないよ、入れないんで、で全部一緒にありますからね。入れる、あれね、入れなきゃいけないの、ちゃんとネットとかに。ネットはあの子供のものは絶対入れてもらってます。ああそう、全部一緒に洗うんですよ、その汚いやつとあのタオルとか、あ足拭きマットとかタオルとか、やめてって言ってんのに。でも一緒に洗うからどうせ一緒なんじゃないのそれ。なんかでも嫌だよね。せめて己の靴下。なんか嫌だよね。続いてライミンさん、うちの味私が決める文句ある？卵焼きに砂糖を入れる入れない、うんうん、味噌汁の出汁などなど夫婦になって揉めることありますよね。ということで、これはそうなのかな、料理のやつもあるのかな、卵焼き好みの問題か。まあそうだね、そうですね。だからなかなか言えないけどな、それ言えませんか、やはり。うん、それ作っていただいてますからね、作ってもらってるし、まあ、基本は美味しいから別にいいんだけど、 でも好みで言ったら、なんかカレーはなんかそう、たまにね、グリーンカレーとか作ってくれるんだけど、なんかこう、なんか家でね、家で求めるものってやっぱ違ったりするじゃない？それは。なんか美味しいんだよ、美味しいんだけど。圧力鍋使いがちで、具材がもうちょっとあんまりゴロゴロじゃないやつ。そうか。うまいんだけど、なんかもうちょっとゴロゴロした。もっと普通のがいいんだよっていう時もあるんだよね。凝ってるのやめて、凝ってる。今夢中になってるんだなっていう、うん、でも言わないよ、言わないよね、言わないよね、はい。続きまして、ラジオネームマスエメーテルさんです。はい、サプライズ好きなのにしない誕生日。うちの主人はサプライズが好きなようで、何でもない日にプレゼントやスイーツを買って帰ってきて、私たち家族を喜ばせてくれます。それなのに、一番サプライズにふさわしいであろう誕生日には何のサプライズもしません。主人曰く、何もない日のサプライズは期待値がゼロなので、ものすごく呼ばれるけど、誕生日など、期待値が高い時のサプライズは喜びの振り幅が少なくなるから、やりたくないそうです。やりたくない。なんだそれ。私たちの誕生日は、私がサプライズするんで問題ないのですが、私の誕生日は本当に何もありません、本当に何にもありません。明日の誕生日も何もないんだろうな。明日なんだ誕生日。あら、いやそうだね。いやこれはだからサプライズは普段するけども、誕生日にはしないっていうのがサプライズなんだね。うわ、そう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 、旦那からしたら
でもたまにまたね、うん、明日したらまたこれこそ。そう、驚くよね。だからしないんだろうなって言ってる時点で、急に来たら嬉しいって。とかしたでもさ、誕生日のさ、プレゼント、これ、このもらってもさ、うん、なんかね、もう喜べなくなっちゃうよね。もう普段からもういっぱいもらっちゃってるからさ。うんうんうん、俺それよく怒られるんだよね。あ、そう。結構なんか お土産とか買っていくじゃない、うん。そうするともう普段からプレゼントあげちゃってるから可愛いと思ってさ。あんまりね。だから誕生日の時にあんまり慣れちゃうと。うん。なんかこの前もらったしみたいになっちゃうんだよね。そっか。うん、そうそうそう、そう。まあ、それはあるかもしれない。ゲンナマあげようじゃん。ゲンナマあげんじゃん。ゲンナマあげんの？ゲンナマあげよう。一番嬉しいから。サプライズとかもう関係なく、もう。ゲンナマあげよう。時代だけど。うん、うん、一番嬉しいっていうのね、はい、あるかもしれない。確かに。はい、さあ、ということで、ラジオおっきのあなたからも旦那の愚痴や不満、男性から奥さんから言われていること、独身の方は自分の親や友達の話などから五七五お願いします。はい、受付メールアドレスは rs@1242.com、 メールの件名は愚痴川柳でお願いします。過払い金の確認は0120100。忙しくて時間がないあなたでも過払い金の確認はとっても簡単。はい、中央事務所です。ご利用のカードはどちらですか？昔スーパーで作ったカードだったと思うんだけど。いくらくらい借りていましたか？毎回4万から5万かな。何年くらいご利用されていましたか？5年かな。ですと30万円ほど過払い金を受け取れそうです。このケースのようにあなたが受け取れる可能性があるかすぐに確認できます。まずは0120-10-10-10-10-10へお電話を。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。今お乗りのあなたの愛車、一番高く買い取ってくれる中古車店、わかりますか？知りたいけどすぐにはわからないでしょと思いの方、実は簡単にわかる方法があるんです。それが車たかし。車たかしは中古車買い取り店の査定額を一気に比べられる便利なサイト。たった1分、あなたの車の情報を入力すれば大手買い取り店から近くの買い取り店など最大10社の査定額が無料で届きます。比べてみれば一番高く売れるところがすぐわかる。買い取り店によってなんと平均18万8000円も買取額に差があるんです。車を高く売りたいなら車たかしで検索。過払い金の確認は0120100。中央事務所よりお知らせとお願いです。あなたの財布に入っているクレジットカード、そのクレジットカードから現金が返金されるかもしれないことを知っていましたか？なぜならカードのお支払い時に利息を払いすぎているからなんです。中央事務所に電話をすれば、あなたに現金がいくら戻るのか、無料で確認できます。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。毎月2万人以上の方にお電話いただいています。対象のカード会社は100社以上。あなたの使っていたクレジットカードから現金がいくら戻るのか、今すぐご確認ください。お電話は0120-10-10-10-10-10-10。はい、どちらのカードをお調べしますか？紫のカードだったかしら。こんなんで調べられる？はい、大丈夫ですよ。日本放送ナイツザラディオショー。はい、ギルティチェックね、太田市群馬県カンパンさん、私はお見合いパーティーに参加した時に、身長169センチのところ、171センチにサバを読みました。これは犯罪でしょうか？なんか偽証罪とか。これは、問われるんでしょうね、これは。お見合い、パーティー、嘘つき罪みたいなことなんでしょうか。見え張り罪。うまくできないね、ことだけがいないとね。嘘つきパーティー、嘘つきパーティー罪。お見合い、なんて言えばいいのかな、これね。そういうの期待してるわけじゃないでしょう。2センチはダメ。
2センチ、ちょっと印象だいぶ違うってことなのかな、169と70代にしたいのか、ね、60か70かのやっぱり差は大きいと思います。うちの旦那は完全にも偽証罪だから偽証罪69点なんだけど、もう71ってやってます、言ってる、はい、でうちの俺の一族の中で俺が一番高いって毎回これ毎回言うんだ、それ俺の一族の中で一番高いって、でお母さんも高いわねって言うんですよ、自分の息子賢治は高いわね、お母さん何の効果もないからね、何の効果もない、で家族の中で一番高いは何の意味もないんだけどね、お母さんも賢治は高いわねなんて、お母さん、うん、高くない、そんなにでもどうしても言いたいんだ、それは言いたいんだな、うんうん、ちょっとギリティメールじゃないんですけどいいですか、はいはい、結構来てますのでね、はい、ラジオネームゆうちゃんさんです、うん、土屋会長、うん、金曜日は傑作家生配信お疲れ様でした、 YouTube のセッティングがうまくいかないまま、うん、1時間半以上もインスタライブのルール解説、うん、選手紹介試合の見どころをお話ししてくれてありがとうございました、うん、結局試合は生配信は延期となりました、うん、土屋会長が子供の頃から使っているテーブルの紹介普段は土足で使っている会議室に靴を脱いで正座する会長、うん、そして去年のイマジンスタジオでの傑作イベント以来のユニフォーム姿まで見れてとても貴重な時間でした、うん、次回こそ生配信がうまくいくことを祈ってます、土屋会長も中場さんも頑張ってください、中場さん、はい、楽しみにしてます、中場さんがいてでしょ、中場さんがいてよ、だから決死坂の、最終戦ね、決死坂リーグの最終戦、優勝決定戦をもう生でやりたいと。で、それを叶えるために、もう2週間前から同じ場所で、テスト配信とかをして、そう、予行練習して、それでもう準備万端にしてカメラ7台使って、でもセッティングして、いよいよ本番っていう、この間の金曜日。その7時になっても繋がんなくて、YouTube に繋がんないんだって。お中場さん、6時半ぐらいからね、なんかそわそわしだして、中場さんが、うん。もう完璧な準備したところで、ずっと、うん、すいません、ちょっとお待ちください、とかっつって。うん、で結局、なんか理由がわかんないまま、でも、急遽始めたインスタライブを、もう初めてと2時間喋りっぱなしでずっと、初めてのインスタライブをつないで、何度もいつ始まるか分かんないから、でもとりあえず、もうそのなんか、でもインスタはできたんだもんね。インスタライブは普通にそのスマホですぐできたけど、YouTube にその配信つながんなかった。なんかいろいろ、まあカメラ7台をこうつなぐスイッチャーとかそういうのをね、してたからなのか分からないけれど。うちだって2歳半ぐらいの時、娘が携帯いじって生配信した時ありますよ。できるんだ。本当に。娘が。で、マネージャーから電話って、なんか生配信になってるんですけどって。娘がすぐできる。できるんですよ、いじって。できない、できない。もう中場さんがやってもダメだ。なんかあれは国の、国とかのガーシーみたいな感じで。なんか、わかんない。消し作家が呪われてんじゃないかなと思って。磁場があってなかったのかな。かなと思った。でも急遽明後日やります、水曜日、水曜日の夜7時から生配信、これリベンジです。リベンジですか、はい、でもこれできなかったらだ、最悪だな。そうですね、何かがまだ分かんないですもんね、理由は分かんない。で今中場さん必死に解明して、水曜日はできるようにしようとやってるけど、ね、中場さんがもう本当にやりたくないんですってどうす実は、傑作家やりたくないんですって。それは、そうと言ってくれればいいのに。やりたくないですって言ってくれればいいのに。追い込まれて。やるって言って、配信しない方法は嫌だな、それは。あ、そう。ね。ちょっとなんか水曜日やりますんで。そうですか、見守ります。よかった、夢なんだ。逆にだからもう生試合、すごい金曜日から見たくてしょうがない人がいっぱいいたわけでしょ、うん、今まだ見れてないっていう人がいっぱいいるわけだから、そうだよ、そういう人たちを、うん、お預け状態だからね。だって巨人阪神戦が見れないみたいなことでしょ。いや、そうよ、まあくしくも金曜日の夜、あの裏では巨人阪神開幕戦やってたけどね。やってたからな、うん、ぶつけてきてたけど、消し坂、消し坂生配信ぶつけられてたけど、見たい人いるからね。そうですよね、水曜日に明後日やりますので、見てください、はい、この後日本チャレンジアスリートをお送りします。日本チャレンジドアスリート、この時間はアース製薬がお送りします。ありがとうより、あ、財布にお金がない、という状況で真っ先に思い浮かべるべき場所はん？ローソン？その通り、
ローソン銀行の ATM ならほぼ全てのカードが使えます。真っ先にローソンだ。さあ、ATM ならローソンへ。消滅という言葉がある。消えて滅びると書いて消滅。当選の可能性が消滅といえば、当選の可能性が一かけらもなく消えてなくなること。惑星が消滅といえば、何らかの理由で惑星がこっぱみじんになり、跡形もなく消えてなくなること。消滅、恐ろしい言葉だ。その除草剤の名は草消滅。消滅というからには、本当に草は消滅するのか。アース構いらず、草消滅、実際に使って確かめてください。日本チャレンジドアスリート、この時間はトヨタがお送りしました。今日もそろそろ別れの時間となりました、はい、さあ明日火曜日のゲストはアグネスちゃんさん。本物ですか、ね、本物です。清水さんのモノマネじゃないですよ。はい、そして明後日水曜は怪奇イエスどんぐり RPG が登場、うん、そして木曜日は1時台に真中満さん、うん、2時台にはハンニャが出演です。ああ、はい、うん、そして金曜日の中川家ザラジオショーは鬼越トマホークがゲストで、はい、土曜日サンドイッチマンザラジオショーサタデーにはグレープカンパニーの後輩でお笑い有楽町で優勝した TC クラクションが出演、うん、そして来週は荻野目洋子さんをお迎えします。洋子姉さん、洋子さん、はい、仲良くしてもらってます。ドラ、ねね、はい、ちゃんといえばみたいな、うん、ついにラジオショーのゲストに多いですね、はい、嬉しいです。嬉しいですね、はいはい、うん、明日アグネスちゃんさんですよ。アグネスちゃんさん ね、 ね、どういう話になるんだろうな。どういう話なんでしょう、アグネスちゃんさん、ね、うん、そうなんです。あんまりちゃんとお会いしたことないもん ね、 ね、アグネスちゃんさんそうだよね、喋ったことないもん。うん、息子さんがねすごい優秀ですもんね。優秀な大学に向かってて、みんな、そっかそっかそうだ、うん、3人ぐらいいらっしゃるんですよ ね、 ね、そうだね、そうだ、楽しみです。はい、はい、ね、うん、あのメールね、はい、油にんにく辛めあんこ少なめさん、姉さんお帰りなさい。ザ・セカンドのノックアウトステージにて漫才協会所属の母心とマシンガンズ2組がベスト16進みました、うんうん、マシンガンズは去年もベスト16進みましたので普通に喜んでたと思いますが、母心さんのベスト16進出しましたね。ナイスさんはベスト32の母心ネタ見ましたか、うん、野田さんは母心知ってますか、はい、母心知ってる、はい、知ってます。あ、そう、はい、その漫才協会のね、うん、母心もう一人はもう今議員さん、富山で議員さんやってるんですけど、そう、県議会議員だから今、うん、そう、やっぱりジャルジャルを倒したっていうのもそう、ジャルジャルに勝ってベスト16行きましたね。あと1回勝てば決勝進出ですから。流れ星が負けたんだよ、カムメンタルに、うん、で昨日滝上にさ、はい、飲んで負けたのさ、乾杯かっこいい、あ、カムメンタル強い、乾杯もうあれはもう、うん、すごい、う大さんがその中流れ星とね、あの3つぐらい新しいネタを作ったと。そうですよ、そうですもんね、流れ星、ね、すごい、うん、そんな中母心すごい頑張ってほしいね、楽しいなと思います。はい、ということでここまでの相手はナイツの土屋伸之と花野伸之と平野ノラでした。また明日。
幸せがあることを